ノンセルです。ありがとうございます。ちょっといきなりやねんけどさ、もう早いもんで俺らも40やんか。40歳ですよ、うん、もう2人足したら80歳、うん、2人引いたら0歳ですからね。何の情報やそれ。そんなことよりな、40にもなってんからさ、うん、これからは後輩に相談されるような先輩でありたいなと思うねん。ああそう、井上さんが。そうや。これなかなか難易度高いぞお前。そうか高いよお前。難易度で言うたらツチノコ発見レベルやで。不可能やないか。誰も見たことないねんぞ。いやでも後輩からなんか相談するんやったら井上先輩がいいなっていう存在でありたいやんか。あそうですか。だから今日はちょっとさ、後輩の相談に乗る練習やりたいから、俺が楽屋におるからちょっと相談事持ってきて。あごめん、俺今仕事中やねん、俺も仕事中やねん。スッと持ってきてくれたらええから。コンコン。どうぞ。おはようございます。おはよう。井上さんちょっと相談いいですか。どうした。最近仕事がうまくいってなくて、うん、ヤバタニ園のムーリー春雨なんですよ。えでも井上さんに相談乗ってもらえて、本当にね、あのバイブス糸上がりけりです。イグジットやろ。イグジットみたいな売れっ子が俺に相談してくるかお前。そうか、普通の後輩や。コンコン。どうぞ。おはようございます。井上さんちょっと相談いいですか。どうした。あの井上さんにしか相談できないことなんですけど、謝罪会見でやったらあかんポイントって。やめややめや。お前ちゃんとやる気あんのか。ちょっとやる気あるか自分の胸に手当てて聞いてみるわ。いやいちいち聞かんでええねんそんなん。ないそうです。しばくぞお前。分かった、相談事俺が決めるわ自分で。あもう、うん、じゃあ金がない、これでいこう。あのさっきまで楽屋に置いてたお金がなくなってるんですけど。そういうこと違うねん。井上さんじゃないっすよね。盗むかお前。金に困ってるやん。ちょっと金に困ってるんですよ。給料少なかった。いや銀行の暗証番号を忘れてしまって。アホやないか。そこもじゃあ分かった、彼女との結婚の相談。あちょっとあの彼女のことなんですけど、うん、結婚しようと思ってるんですよ。マジでよかったよ。 ありがとうございます。付き合ってどれぐらい。付き合って3日です。3日、うん、大丈夫。あビビビッと来たんや。いやゾゾゾと来ました。寒気走ってるやないか。大丈夫か。はい。で彼女は何してる人なん。ここだけの話ですよ、うん、結婚詐欺師です。絶対あかんぞ。騙されてまうぞお前。そこは彼女との結婚の相談って言ったらな、お世話になってる先輩にお願い事あるやろ。あの来月に結婚式と披露宴やろうと思ってるんですけど、井上さんにはお世話になってるんで、折り入ってお願いしたいことがあるんですよ。マジで。牧師やってもらってもいいですか。何が重いわ。牧師なんかできるわけないやろが。もう分かった、コンビ間の相談これでいこう。ちょっとコンビ間のことなんですけど、相方がめちゃくちゃムカつくんですよ。あそらあかんや。いやもうムカつくっていうか、もうめちゃくちゃ嫌いなんですよ。もう生理的に無理というか、ナルシストなんですよ。まあ僕ええけどな。いやかっこよかったらいいですよ。かっこよかったらいいんですよ。中の下、中の上かな、もしくは下の上、上の下かな。いやもうマジできついんすよ。あそう。でまた女優さんと結婚したいとかガチで言うてるんですよ。志が高いタイプや。ええことやね。だから俺言うてるんですよ、お前絶対無理やって言うたら、うん、もうなんかへりくつで俺を言いまかそうとしてくるんですよ、うん、でまたそのへりくつをまとめて本出しやがって、うん、その本のタイトルがスーパーポジティブシンキング。俺やないか。何を長々長々人の悪口言ってくれてんねん。その相方に毒盛ろうと思ってるんですけど、いいですかね。絶対どう。どうもありました。よろしくどうぞ。忙しい中ね、たくさんの方が来ていただいて、ありがとうございます。短い時間ではございますけども、はいはい、最後まで楽しんでいただけたらなと。はい、勝手にどうぞ。勝手にやるすけどうぞお願いいたしますね。いきなりやけど、なんですか、なんですか。お前に聞きたいことがあるの。おお、何やね、銀行の暗証番号聞くか、そんなことない。0301。なんで俺の誕生日やな。気持ちの悪い。いやいや、お前の誕生日から取ったわけじゃないから。スリムクラブの前田の誕生日から取ってるから。もっとおかしいやろ。なんでそこから撮ろう思ったんや。聞きたいことがあってやな。何ですか。お前あの結婚する前とかさ、うん、あんまテレビ見てなかったやろ。ああまあ見たとしてもフレームだけやったから。珍しいタイプやな、ね。また結婚してからよ、はいはい、やっぱこうテレビ見るようになったんかい。やっぱ子供の影響ってすごいもんやな。ああ見るようになったんや。知ってた、あのリモコンの赤ボタンでテレビつくねん。あそっからなんや。すごいレベルからの話やな。びっくりしたよほんま。でも子供の影響でこうテレビ見るようになったんやったら、はいはいはい、あのアンパンマンとか見んの。めちゃくちゃ見るやん。やっぱ見んねや。だったらうちの娘たちアンパンマンめちゃくちゃ好きやん。もうそれどころか、あのもう喋り始めたランキング1位ママで2位アンパンマンやから。パパ抜かされてるやん今日。改めて言うね。落ち込むなよ。いやでもアンパンマンってお前すごい人気やんか。まあ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 、俺の全盛期とどっこいどっこい。俺負けよ。一回も張り合えてないわお前。でもアンパンマンなほんま人気やんの分かるわ。ああそう。あこの前もちょっとアンパンマン見ててんけどやな。これ人気。なんやねん。なんで。何がやねん。いやいや、あのいやアンパンマンは不朽の名作やで。でも41歳の一人見おじさんが見るやつではないから。何が分かんねんお前。テレビつけてたこれアンパンマンが流れてきたんや。あたまにそういうことはあるよな。うん、あるけど、でも一番最初にあのアンパンマンの主題歌が流れてくるわけやんか。そうや。その時に普通はチャンネル変えるやん。なんで変えなあかんねん。
ええやないか別に。その時にチャンネル変えへんかったっていうことは何、あのさ、41歳の一人目おじさんのハートに愛と勇気だけが友達さっていう歌詞が突き刺さったってこと。嫌な言い方すんなよお前は。何何、それ以来週一で一人カラオケに行ってはあの歌を歌って号泣してるってこと。やばすぎるやろそれ。それでいい。そんなわけないやろ。強がらんでええで。俺も一月に一回ぐらい号泣してるから。激ヤバやなお前。そんなのしてんねん。アンパンマンすごいやんか。まあまあまあすごいですよ、アンパンマンね。優しさが詰まってるやん。まあギリあんこの方が詰まってる。そういうこと言うねん。いや違うやん、なんかあんなできた人おらんと思うで。まず人ちゃうねや。いや待てよお前ら。言うんやったらできたパンって言う。焼きたてパンみたいなやるやん。できたパンやな、あれできたパン。アンパンマン完璧やんか。いやいや完璧ではないやろ。いや完璧やん。俺も昔はアンパンマン完璧やなって思ってたけど、でもさ、あまりにも娘たちがアンパンマンのことを好き好きって言うからさ、ちょっとアンパンマンのことを娘の将来の旦那候補として見るようなと。どの目線で見てんねん。その結果正直旦那候補としてはいまいち。上から言うなよ。何様じゃんお前。ちょっといまいちなんですよ。なんでね、完璧やないかよお前。アンパンまで自分の顔上げんねんで。ああ、だからそのさ、もらう側の気持ちにもなってほしいよね。何がやねんなお前。いやだってまあみんなも想像したら分かると思うけど、引くやん。引くなよお前。いやいや、あのリアルにあのアンパンマンの映画とかやったら引くシーンあるから。そうなんかよ。なんやったら堅くなに食べへんっていうなシーンも存在してる。知らんけどやな。あるから。いやでもお腹をすかした子供を助けたいという気持ちやんか。それやったらさ、普通のサイズのアンパン持ち歩いといたらええやん。いや嫌やろお前。両手にアンパン持ってるヒーロー。そりゃヒーローとしてはそうかもしれへんけどさ、ヒーローである前に娘の旦那候補やから。その目線やめろよ。考えてみたら、両手にアンパン持っててみ、アンパンちくり出した時にこのアンパンの中身のあんこがグニュー出てよ、ベッタベタになってるな、助けられるのか嫌やろ。そもそも両手に持ってるって言い出したのお前やから。何がよ。俺は持ち歩いてるとしか言ってないから。ほなこのアンパンどうすんねん。ウエストポーチや。ダサ。めちゃくちゃダサいやんけお前。いやいや、そもそもアンパンマンおしゃれではないやろ。そういうこと言うなよお前。っていうかアンパンマンの世界におしゃれという概念は存在せえへん。決めつけんなよお前。じゃあでも嫌やんか、このウエストポーチからこうアンパン配るヒーロー。急に桃太郎いじったんだよ。いじってへんわ。いや桃太郎いじってるやんけお前。ここがやねん。お腰につけたきび団子配るシステム完全否定やんけお前。違うやんか、俺はウエストポーチを言うてんねん。ほなサコッシュやったらええ。そういう問題違うねんお前。いやじゃああれはな、自分の顔を上げることに意義があんねん。いや違うよ。お腹をすかせた子を助けることに意義があんねやろ。いやちゃうやんか、この自己犠牲の精神というかさ、この自分が苦しんでも人を助けるみたいな。あの人助けるって言ってるけど、あの世界人おらんねん。やめろやその目線。ごめんなさい。あの世界さ、動物と食品まみれ。冷めるわそんなこと言われたら。うん、だからあの言うんやったら動物助けと食品ロスを防ぐっていう。 SDGs かお前は。何やその言い方。そう言わんと。ええわ、じゃあ動物助けと食品ロスを防ぐ、うん、その精神が素敵やつってんの。まあそのためにね、自分の顔を上げるっていうのは素敵やと思うで。そうやろ、うん、ただし1回目だけな。どういうことやねん。初回限定やねん。いやそれをこうずっと続けてんのが素敵やんけ。いやあの2回目は100歩譲って許せるけど、もうちょっと3回とかもないねんな。何がないねん。いそれさ、あの1回目はそらアンパンマンもあげるとき相当な勇気いったと思うねん。どういうことで、もらった側も相当びっくりしたし相当嬉しかったと思うねんな。ほいでさ、あのアンパンマンがパン工場に戻ったときジャムおじさんも相当驚いたと思うねんな。アンパンマンどうしたんだいその顔は。何が始まったんやおい。え、もしかしてお腹が減って自分の顔を食べちゃったの。何やこの時間おい。違うんです、お腹を空かしてる子がいたから僕の顔を食べてもらったんです。え、そんなことが。嘘じゃないだろうね。疑うなよおい。何してんねん。自分の顔を食べちゃったんです。いやええねんもうそのアホみたいなことはな。おい違うんです、本当にお腹を空かしてる子がいたから僕の顔を食べてもらったんです。絶対に嘘だね。疑うなよ。じゃあもうそうよ、白状しなさいよ。タコムカつくな。黙れよチーズ。一番必要ないねんここは。本当なんです、お腹を空かしてる子がいたから僕の顔を食べてもらったんです。そうかいそうかい、それはいいことをしたねみたいなことがあったと思う。何の時間や今の。いや口で言うたら分かるから。あったと思うんですけどね、まあ、問題はね、もう2回目なんですよ。2回目が分かれ道なんですよ。どうしたんだいその顔は。ええねんけどいちいち。それがまたお腹を空かしてる子がいたから僕の顔を食べてもらったんです。2日連続で。絶対に嘘だね。信じたれやおい。その時の状況を詳しく聞かせてもらおうかしら。取り調べみたいになってるやおい。研修変わったなおい。
チーズそのタイプの犬ちゃうねんお前。あれはパトロールが終わってパン工場に戻ってる時のことでした。刑事ドラマみたいになってんねん。子供の割に声が低いカバが泣いていたんです。カバオくんの歌ねん。えらい行々しい言い方すんなお前。で事情を聞いたらお腹を空かしてるっていうもんですから、つい出来心であかんことしたみたいになってんねん。別にみたいなことがあったと思うんです。何が言いたいの。だから2度あることは3度あるってことやお前。どういうことやわ。その証拠にね、あの世界ではね、ああもうほぼほぼ毎回誰かがお腹を空かせてる状況や。まあまあ確かにそのイメージはあるわ。誰かがお腹空かせてるって分かってる状況で、ああね、3回目以降自分の顔を上げてるっていうのはこれただの準備不足やと思う。なんちゅうこと言うねんお前。準備不足やと思うんですよ。違うやん。もしくは自分の顔を上げて喜んでもらうことに味を占めたか。どんなやつや思ってんねん。アンパンマンそんな悪いやちゃうなお前。いや俺もね、アンパンマンのことはもともとリスペクトしてたんですよ。でもあまりにも娘たちが好き好き言うもんやからね。やきもちすごいなお前アンパンマンへの。でな、お前が知らん情報を教えといてるわ。何やねん絶対知らん情報言うとくで、うん、アンパンマンって自分の顔を上げた分だけ弱くなんねんで。知ってるわ。めちゃくちゃポピュラーな情報やないか。知ってんの。当たり前やろ。じゃあお前見たことある。あれ弱くなったせいでお前ピンチに陥ってるシーン見たことあるよ。あれお前3話に2話ぐらいになってんの。そうなんかいな。そんなにピンチになってんの。ああ。なあお前そんなお前学習能力ないパンに娘あげれるわけないやろ。何言うてるよ。熱こもりすぎて。なあ、いや俺がもしもアンパンマンやったら俺はもうアンパン普通のサイズのアンパン持ち歩くけどね。まあこれは義理のお父さんの意見として。どしいや少々弱なったところでさ、ああこうバタコさんがこう新しい顔投げてくれるがな。そこな、ああアンパンマンの甘えな。何や甘えって。甘えてんねアンパンマン。何が甘えてんの。ああピンチになったらね、ジャムおじさんが新しい顔焼いてくれる、ああバタコさんが新しい顔投げてくれる。甘えてんね。いや映画な別にそれは。その証拠に映画とかで調子乗ってまいよんね。何が調子乗んねん。知ってるアンパンマン、ああ映画だってめちゃくちゃカッコつけて登場しよう。いやカッコつけて映画な映画やねんから。んだもんあかんであれお前。なんでやねんなお前。映画だけな登場の時もう海の水面ギリギリをブワーって水しぶきブワー飛ばせながら登場しよんねん。ええやん。顔濡れたら弱くなんのに。そうやけどやん。いやそこは映画やからテンション上がってんねやろ。これから戦うねんで。やのにブワーね。こんな考えの持ち主絶対娘の結婚式も顔ビショビショでくるやん。何を言うてんねんお前。まずお前の娘が婿になることないから。嫌 やねんそんな。何が嫌やねんお前。でなまだなあのもうあまだバタコさんがまだ若いからええわ。はあ、まだ若いからええ。お前年取ってみや。バタコさんあんな新しい顔投げられへんで。考えすぎやって。いやそんなとこ引っかからんでええねん。あんなあんこ詰まった顔めちゃくちゃ重いで。いや重いか知らんで。であれを毎度バーンドンピシャでストライクへ。あれバタコさんあんまアピールせえへんだけで陰でめっちゃ努力してんの。どうでもええわけだろ。ええねんそんな話は。でこれはもう余談やけどさ、 あのアンパンマンさ新しい顔ポーン入った時さ古い顔コロンコロンコロンって転がっていくやんか。 あれ今のご時世なんかテロップ入れといた方がええと思う。いややろ。なんでテロップなんか入れないかんねん。後でスタッフが美味しくいただきました。冷めるわ。なんかぐっと現実に引き戻されるやろそんなこと言われたら。やった方が絶対ええねんって。お前いらんって。いや今はもう簡単に炎上する時代やから。いやそれぐらいでは炎上せえへんって。炎上するってお前この間お前アンパンマンなんかアンパンチが暴力的やってめっちゃ炎上してたぞ。あったけどやなそんなニュース見たわ。炎上してたやろ。見た見た。嫌やぞお前自分の娘の将来の旦那にな。めちゃくちゃ炎上してたっていう過去があったら。なんかぐさっとくるな。なんでなんで。え？なんで。娘の父親の目線から娘の将来の旦那さんが過去に炎上してたら嫌や。めちゃくちゃ心えぐられてんねん。炎上とは無縁のお前にはこんな気持ち分かれへん。何を見ていきたいの。俺炎上と寄り添って生きてきてる。寄り添ってきた。当たり前だよ。寄り添って生きてきた。そうやから。やったらアンパンマンにそんな道歩んでほしくないやろ。ああ俺の二の前踏ませるわけにいかん。そうやろ。ほんならお前アンパンマンにあれも注意しといた方がええと思う。アンパンマン新しい顔履いてる時毎度言うやつがあんねん。それがなお前元気100倍アンパンマン。これは決め台詞やんか。まずありがとうや思う。そういうこと違うもん。ええー、ねん
ねん、そんなんは。まずありがとうやと思うの。いや、そうかもしらんけど、これ戦いの最中やねんから。いや、元気100倍アンパンマンが言われたらありがとう言えるやろ。いや、違うやんか、そこは。いや、そらそうや。だってお前、言うべきランキングとしたら、お前、1位ありがとうで、2位元気100倍で、アンパンマンに関しては言う必要全くないから。そこは主人公やねんから、アンパンマン、これ絶対言わなあかんねん。言う必要ない。だってお前、アンパンマンの対戦相手9割9分バイキンマン知ってるって。そういうこと違うのよ。知ってるよ。知ってるとかそういう問題ちゃうやん。毎回バイキンもなんか言うねーと思ってるから。なんで言って、いちいち思ってるってお前。アンパンマンは言わなあかんねん。ほんならお前元気100倍抜くぞお前。あ、ほんならお前大変やぞお前。ありがとうアンパンマン。意味変わってくるやろお前。アンパンマンがアンパンマンにお前感謝してるってなるやん。ありがとうアンパンマンです。ありがとういい薬ですみたいなってる。大谷さんみたいになってるからは。とりあえずありがとうは言うた方がやろって。ええねん、そんな元気100倍アンパンマンで。いや、おかしいやん。何がおかしい。じゃあ例えば俺が新ネタを書きました。ああ、俺お前に渡しに行きました。じゃあお前が元気100倍井上って言ってると一緒やからね。それはおかしいやろ。いや、俺がそれやんのはおかしい。ちょっとどんな感じかやってみよう。やらんでも分かってんの。やらんでもおかしい分かってるから。どんな感じか一回やってみよう。じゃあやらんでも結末見えてんねん俺は。結末見えてるから。さざ波のような受け方しかせえへんから絶対なあ。おいよし、あ、寝てないから、寝てないからクラクラする。くそ、よし。井上、これ新ネタ書いたから。元気100倍、井上。どう思います？そらそうやって。いや、こうなるの分かってるから言えん。おい。え？恥ずかしい。だからありがとう言えっつってんねや、これは。分かった。でもあのアンパンマンな、こう顔がパッと入れ替わった瞬間に、自動的にあの元気100倍アンパンマンって言ってもシステムやねん。どういうこと？はあ、だから顔がパーンと入れ替わったと同時にや、アンパンマンの意思とは関係なく元気100倍アンパンマンって言ってまうねん。パソコンの起動音的なこと。まあまあそうや、もう自動的に出てまうんや。電源オンみたいなこと。そういうことや。でも戦ってない時普通にありがとうございます、おかげで元気になりましたって言うてるで。ゆっくり入ってるからあ、勢いよくポーンって入れ替わったら見てると心配するやろ。おうおう、だから元気100倍言うてんねん。あ、勢いよく入ったらもう元気100倍って言う。そうや。じゃあ戦ってる途中にありがとうって言ってもらおうと思ったらお前バタコさんにレイアップシュート。レイアップ何の話してんねんお前。ゆっくりええねんそんな話は。あ、もうたぶん元気100倍でええねんいちいち。でもそんなに顔が必要やんやったらもうアンパンマン自分で顔のスペア持ち歩いときやん。嫌やろそんなヒーロー。いやねんお前、あのなんか F1 レーサーみたいな。怖すぎるやろお前。顔が2個ある状態のアンパンマン。ほっといたらええやん。常に2個あんねんと顔が。ほんならもうサッカー少年みたいに網網のネットに入れて。蹴るな蹴るな。おいパンやねん、食べ物やねん。ほんならウーバーイーツのリュックにこう絶対あかんやろ。アンパンマンの顔はもうジャムおじさんバタコさんに任しといたら。嫌やねんそんな。何が嫌やねん。嫌やぞお前なあ。自分の娘の将来の旦那がやで。ああなあ、自分で作ろうとせずに誰かさんが作ってくれたものをありがたいこともありがたいとも思わず、ありがとうとも言わず当たり前のように受け取ってなあ、スター気取ってたら嫌やろ。なんか刺さんねん。ありがとうございました。それでお願いいたします。ちょっといきなりやねんけどさ、俺女性に服をプレゼントできる男になりたいなと。いやー、いいじゃないですか。今のところプレゼントできてるのは不快感だけやからね。俺がプレゼントしてんのは胸キュンだけや。お疲れ様でーす。何やこいつ。いやでもちょっと女性に服をプレゼントできる男になりたいのよ。そんなんやったらええ、簡単やんて。お前いやでけへんがな。お前何やねんお前。男一人で女性もの服屋に行くなんか恥ずかしいやん。何が恥ずかしいの。お前40歳でその顔でスタイルでその胸キュンって言ってるのが恥ずかしいやろ。うるさいなもうとりあえずだから女性に服をプレゼントする練習をやりたいからさ、 お前ちょっと店員やってくれや。断れぬ。すっとやれよ。やってくれんねんな。じゃあ俺お店に行くから。ウィン。本日はどういったご用件で。女性に服のプレゼントをしようかと。ああ。我が社はネット販売のみでして。どこ行ってんねん、俺。オフィスに来られましても。オフィス。いや、そら、ショップに行かなあかんから、ショップで頼むわ。ウィン。いらっしゃい。寿司屋か、お前。ショップの店員って聞いたことあるやろ。いらっしゃいませ、こんにちは。これで頼むわ。でもお前さ、昔ラジオでさ、いらっしゃいませ、こんにちは。がめっちゃムカつくって言ってたやん。いらっしゃいませ、こんにちは。は、いらっしゃいませとも、こんにちはとも思ってない。あれやったら言わん方がマシや。な、どうせやったら気持ち込めて言ってこいって熱弁してたやん。俺そんな気持ち知ってんのに、そんないい加減なことでけへん。いや、そうかもしらんけど、頑固やなぁ。わかった、じゃあ気持ち込めてやってくれたらそれでいいから。ウィン。いらっしゃいませ。
こんにちは。新宿かここお前。女性もの受け選びに。こんなこと言っていいのかどうかわかりませんが、勇気を出して聞かせていただきます。どうぞ。本日はどういったご用件で。すっと言えよ。女性に服のプレゼントしようかと。なんて素敵な方なんだ。こんな素敵な方が当店に来ていただけるなんて。いや、それは大したことないですよ。またまたご謙遜を、なかなかできることではありません。この便利になりすぎた時代、服なんて簡単にネットで買えるんです。にもかかわらず、自分の足でショップへ赴き、自分の手で商品に触れ、自分の目で女性に合う顔を見定めるとても素敵です。正直、私はあなたと出会ってから、今の日本も捨てたもんじゃないな。時間ないんですよ。すいません、長々喋ってますけど、一緒に選んでもらっていいですか。私がですか、はい、私が一緒に選んでいいんですか。もちろん。こんな感無量なことありません。謹んでお断りいたします。やるや。何やったんやこのやりとり。もうこのどうでもいいから、いらっしゃいませこんにちは、それでやってくれたらいいから。じゃあ見本見せて。俺今やったやん。お客さんとして入ってくるから。めんどくさいな。よーし、今日は愛しのよしこちゃんに服をプレゼントするぞー。緊張するねー。ぐぬぬぬぬぬ、緊張とともに急激な睡魔が。初めて女性に服をプレゼントするということで、昨晩一睡もできなかった石出しであった。よーし、眠気なんかに負けないぞ。確かネットで調べたお店はここに間違いないな。なんとネットで調べたお店はこんなに小さかったのに、実際見たらこんなに大きいのかと、当たり前のことを言う石出しやった。よし、勇気を出してお店に入るぞ。ぐぬぬぬぬぬぐぬぬぬぬぬ、右足が動かないと、なぜかパントマイムを披露する石出しでやった。早く言ってくれよ。何店の外で長々やってくれてんの。どうでもいいけど、お前なんかずっと乳首交換してなんか出してなかったわ。何や乳首交換するって。いや、もうそんなんどうでもいいから、いらっしゃいませこんにちは、それでやって。ウィン。いらっしゃいませ、こんにちは。今日はどういったご用件で。女性に服のプレゼントをしようかと。どんな方なんですか、その被害者は。どういう意味や。彼女です。彼女さん何されてる方なんですか。毒もです。毒グモ。バカなんかお前。読者モデルに決まってるやろ。おすすめ言うてこい。こちらのドレスなんていかがでしょうか。あ、いいですね。サイズの方が SML とございまして。あ、でもちょっと彼女のサイズが分かんないんですよ。彼女さんのお名前教えていただいてもよろしいですか。ルナです。上の名前は。葉山。かしこまりました。葉山ルナ SML。小学生か。M サイズよろしかったです。お前何を笑ってんねん。早まるなって。こんな男と付き合うなんて早まるなみたいな。お前のこと言われてええねん。じゃあそんなんええからちゃんとやって。ちなみに私が M サイズになるんですけども。あ、じゃあ S サイズで。S サイズで、こちら商品になります。シャー、お着替えできましたらお呼びくださいませ。一緒じゃせえへんぞ。なんで俺がどれ好きなあかんねん。レジ連れてけ。かしこまりました。それではお会計の方がですね、14,800円になります。じゃあ、これで。お預かりいたします。普通に受け取れよ。こちらは、ラムネですか、これ。なんでそんなもん渡すねん。クレジットカードに決まってる。クレジットカードで。それではですね、お会計の支払いの回数なんですけども、14,800回払いでよろしいでしょうか。1年か、俺、お前。1回払いに決まってるやろ。1回払いで。それではこちらの方、サインの方お願いいたします。はい、どうぞ。かしこまりました。ハッシュタグ上さんですね。井上です。井戸の井をハッシュタグで読むのやめてください。井戸の井なんで、それ、ハッシュタグに見えるけど。井上です。井上様、はい。かしこまりました。それではプレゼント放送の方なんですけども、サランラップでよろしかったでしょうか。絶対あかんやろ。放送紙に進めや。かしこまりました。少々お待ちくださいませ。すいません、その放送紙の中に、メッセージカード書いてきたんで、入れてもらっていいですか。お預かりいたします。ルナへ。はい。何もない日にプレゼントなんか送ってごめん。まさかの朗読。でもルナといる日々は僕にとっては毎日が記念日なんだ。だから受け取ってほしい。でもお返しはやらないよ。だってルナの笑顔が一番のプレゼントだからね。どうです？いや、素敵です。では早速入れさせていただきますね。シュレッダーに消去すんな。もうやりました。どうもお願いします。どうもお願いします。ホラーがめちゃくちゃ好きなのよ。分かるわ、俺もめっちゃ好きやもん。もうやめときて、やめときて。もう白い服着てんねんから、カレーうどんなんか食べるならやめとき、やめとき。ホラー、そのホラー違うわ。俺が思ってるホラーと違うから。いや、俺が言ってるのはホラー映画。ホラー映画な。そう言ったら主人公たちはさ、こう山奥のな、こう病院の廃墟に行ってまうわけよ。おいしだー。井上の声が聞こえる。当たり前やろ。俺が喋ってんねん、お前。うっかりさ。出さんでよ、そんなところ、お前。おい、石田、ここめちゃくちゃ怖いやんけ。ここ昔、泌尿器科やってんやろ。雰囲気出えへんわ。ゾクゾクするぞ、尿道が。どこゾクゾクさしてんねん。春んて合わせる。尿漏れ気にすんなよ、おい。おい、てか真っ暗やな。おい、石田。あ、サンキュー。それチュロスやで。何渡してんねん、お前ら。小腹が空いて。我慢せえや、おい。懐中電灯や。ほんで懐中電灯パチってつけたらな、ナースステーションの床には無数のカルテが散らばってんねん。ウサギさん、お耳が長いよ。はい、これカルタや、おい。乗りツッコミ。何に驚いてんねん、おい。滑らせてしまった。じゃあやるなや、おい。
カルテほんでパッて一枚取ってみたらや、名前のところに石田明お前の名前が書いてあんねん。どうせどめや、そういうこと違うねんおい。キンキン分かんねえわ、いちいちありふれた名前我慢せえやおい。このボケによって声優の石田明さんの名前を侮辱するなって軽く炎上した。そうなんかい、知らんけどやな。いやお前の名前が書いてあってな、お前が例のターゲットにされてるわけよ。で俺は怖くなってな、こう廊下わーって走ってたらどっからともなくクス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 っていう笑い声が聞こえてくんねん。あ、チャック開いてた。そういうこと違うおい、やめろや、じゃれるな例と。おいこのひょうきん者どっか行けよお前は。例がざわつき出してんねんな。ほんでどっかの部屋に逃げ込もうとしても鍵がかかってて入られへんねん。よナイス戸締まり。うるさいな、いらんねんそんなん。よナイスツッコミ、全然撤回。芝居だろかお前は。ほんでこんな唯一空いてる部屋にバーって逃げ込んだら、なんとそこが手術室や。お前チュ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 ってちゃんと言える。人気台無しだおい。俺全然言われへんね、チュ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 って全然言われへん。劣等感知らんけどやなおい。 SNS のフォロワー数見せてや。フォロワー数見せて。優越感や。嫌なやつかお前は。いらんねんそんなん。手術室に飛び込むわけよ。ほんだらな、飛び込んだ瞬間に後ろの扉がバタンって閉まって、今まで聞こえてた笑い声がピタッて止まんねん。滑った。そういうこと違うねんおい。霊が静まり返ってんねん。ほんだらどっからともなく、ぬあ、室伏。そういうこと違う。床の方。妹でもないわおい。霊の声が聞こえてくるわけよ。ほんだらここでな、急にお前の携帯電話の音が鳴んねん。バイブにしてるわ。なったらええやろそこは。気まじめ出さんでええねんそんなとこ。ほんで携帯が鳴るから、そのな携帯のメールを見てみたら、嘘やろ別れようやって。嫁から違うわおい。にょにょ気持ち悪いなおい。おっしゃる通り。じゃあやるなよ。それはな、ここに来てるな、病院からメールが来てて、や今からあなたを診察します。保険証持ってきてないって。何の心配やそれ。ごめん保険証持ってきてくれ。嫁に電話せんでええねんおい。おかんおかんなんかよ。じゃあそんなんいらんから。ほんでな、このメールを見てみたらな、こう写真もついてあって、その写真にはな、血まみれのお前が手術台に横たわってる写真や。俺こんなに頬骨出てる。何を気にしてんねんおい。おかんからの遺伝。しゃあないやろそこはお前。あね、お前パニックになってな、霊を探し出そうとすんねん。叫んな。どこ行くねん。霊探しに行くねん。探し出してどうすんねん。そんなもん分からへんけど、みすみすやられてたまるか。石田、俺も一緒に行く。井上、お前何があっても俺が絶対助けてみせる。生贄。井上、お前土壇場で俺のこと差し出すつもりやろ、はっきり言うたな。おいついつい本音が出すな。そんなもんで俺たちは窓から外に逃げようとする。パリムニュアミド。ないとこ選べやおい。ハエの気持ち分からんでええわおい。ハエの面構え。誰がやこれ。あそこ外に出るやろ。外に出たらな、外に止めたらバイクにまたがってこう逃げるわけや。ブーン。街灯とかいる。大仏もないわ。このハッピーやろ。どこ走ってんの俺はお前。あの子これで一安心やと思ったけれどもや、バイクのミラーをパッて見てみたら、お前の後ろに髪の毛の長い白い女性の霊が映ってんねん。あーとか言いながらめっちゃタイプ怖いね。どうもありがとうございました。どうもよろしくどうぞ。お願いします。ちょっとさ、俺ノンスタイルにとって不安なことがあんのよ。大丈夫やって、リストラせえへんから。そんなこと違うわお前。俺が言うてる不安なことは お前や。お前。俺。ああ、何言うてんのお前。言うとけのお前、ノンスタイルを不安にさせてきたのは 100% お前やから。やめろよお前は。いや違うがな、ね、お前。いやお前はな、ちょっと安心感がありすぎんねん。え、トンチやってる。違うわお前。何安心感の。お前ちょっと安心感が強すぎてな、はい、万が一お前が大きな問題を起こしたらさ、より大きな出来事になってしまうって話や。ああ、まあまあ言わんとしてることは分かるだろ。だからな、俺お前にな、これだけはちょっと言っときたいね。 お前は絶対に不倫すんなよ。お前もやお前もやねん。俺だけちゃうねん。お前も。いや違う違う、俺がたとえ不倫したとしても世間の人たちは、あ、井上が不倫へえぐらいの。ならならなら。そんなもんで終われへんよ。そんなもんや。今の時代しっかり叩かれるから。その点お前が不倫してみ、家族大事なイメージがあるからな。こう家族が大事にしてると思ったのに、子供がかわいそう、奥さんがかわいそう、このアホボケ、クソカス、死ね、地獄に落ちろ、白い服なんか抜き捨ててしまえ、クソカスって言われるで。後半お前の意見やろそれ。お前何がやねん。ほぼお前の意見でめちゃくちゃ目合ってたしよ。マジでお前言われるって。言われる。まあそう、そこまでは言われへん。言われる。言われる。それはだからちょっとお前今回さ、 お前な、美女の誘惑を断る練習やっとこ。何の練習やねんそれ。やった方がいいから。やった方がいい。だからお前劇場から出てきてくれ。俺出待ちしてる美女となってお前誘惑しに行くから。やったらええんか。ちゃんと断れよ。お疲れさまでした。あのノンスタイルじゃん。うらお疲れ。あかん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 わ。ええ、わけないやん。なんで不倫回避できたやんけ。不倫は回避できたけど、より大きな暴力事件が生まれた。あかん。問題起こしたらあかんって言ったよね。あ、はいはい。問題起こさずに対処してくれんと。問題起こさず頼むわ。
疲れ様でした。ノンスタイル石田さんですよね。あ、そうですけど、よかったら手紙書いてきたんで読んでもらっていいですか。あ、すいません、俺字読めないんですよ。嘘がすぎるわ。誰がそれで納得すんねん。字読めないんでよかったらその手紙大きな声で朗読してもらってもいいですか。激ヤバやないか。おい、なんでそんなことせなあかんねん。朗読してもらわれへんかったらその手紙はただの焚き火の燃料になります。最低かこいつ。それでもよかったら。こっちも言うとけど負けてんからな。もう石田さんって本当面白いんですから。俺の面白さ見くびらんといてください。痛すぎるやろお前は。もうちょっと呼んだらいいんですね。お願いします。ディア石田さん、フローム知らない人、突然のお手紙すみません。絶対に許しません。私は石田さんが大好きな21歳です。私はあなたに興味がない42歳です。やめたれや。お前が読め言うたからこっち読んでんねんから聞いてやれよ。私が初めて石田さんを見た時、芸人さんとしてではなく一人の男性として好きになってしまいました。石田さんに家族がいる、子供がいること。動画撮ってんな。絶対あかんと。動画なんか。動画じゃないよ、生配信。もっとあかんわお前。何プライベート晒し出してくれてんねんお前。ほらこんなやつと不倫せんとこうと思うよ。いや、より大きい問題にすり替わってもてるから問題起こさずに対処して。石田さん、よかったら電話番号書いてきたんで受け取ってもらっていいですか。あ、ありがとう。よかった。あ、じゃあよかったらこれ、あれ、ありがとうございます。井上の電話番号。何渡してんねん。不倫は井上担当やから。ないわそんな担当。あ、ついでにこれ、え、文春の電話番号。絶対渡すなよお前。これでほら不倫回避できたよ。お前だけやねん。お前不倫回避できたけど俺不倫と隣り合わせなってんねん。あとはお前が我慢したらいいだけやから。我慢なんかできるわけないやろ。この俺が。そこは頑張れや。お前が無理や。無理だそうです。ああ、謝罪会見の準備はしとけ。なんで俺がせなあかん。お前が。なんで俺が謝罪会見の準備せなあかん。俺がなんかしたらお前が謝るワンセットや。いまだに分かってないね。なんで俺あれ誰に謝ってたか全然分かってない。俺が不倫した時のために考えとけよお前。考えとけよ。ああ、井上が不倫した時の。不倫した時の謝り方と井上の救い方両方や。両方考えとけ。お前が考えろそんなもんは。あとお前な、共演者も気をつけなあかんねんぞ。共演者。お前舞台やってるやろ。あ、やってます。舞台でな、共演してるな、女性の方、女優さんとか多いやろ。はいはい、美人多いやろ。まあまあ美人の方多いです。共演者とかの誘惑からもな、断ることできなあかんねんで。ないからそんな。だから俺はちょっと共演者やるから、お前ちょっとうまいこと断ってみる。ちょっと待って、お前は俺を守りたいんか潰したいんかどっち。いいからやったらええから。共演者やるから断ってみ。やったらええのね。石田さん、稽古お疲れ様です。あ、お疲れ様です。石田さん、今日この後暇ですか。あ、暇ですけど、どちら様ですか。なんでわからんねん。共演者やぞ。長谷川まなみです。ああ、はいはい、木の役の学芸会か。ちゃんとした芝居やろうが。よかったらこの後どうです。え、釣り。違う釣りですか。飲みに行きませんか。ああ、いいっすね。何しようかね。何のサプリ飲む。サプリなんか飲みに行かへんわ。お酒です。あ、お酒。あ、お酒やったらさ、共演者もみんな声かけたらいいんちゃう。あ、いいですね。でも私は石田さんと二人っきりでもいいですけどね。長谷川さん、気まずい。言うなよそんなことお前。絶対に言うとあかんで。おい、無理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 。最低かお前は。みんな声かけよ。あ、そうですね。はい、今から飲みに行くけど誰か飲みに行くっていう人、うん、行く。お、全然全然いいよ。うん、全然いいよ。うん、全然、うん、うん、全然。二人で行こうか。めちゃくちゃ断られてるやん。誰も手挙げへんかったぞお前。二人で行こう。すごい嫌われてる。俺の行きつけのとこでもいい。あ、石田さんと一緒やったらどこでも。あ、ほんまに。え、じゃあパスポート持ってる。どこ行くつもりやお前。海外行くんか。アフリカにめっちゃうまい寿司屋あって。ないわ。めちゃくちゃ予想で言うてるけど。ない、そんなもん。近場で頼むわ。俺の行きつけのとこでもいい。あ、石田さんと一緒やったらどこでも。オッケー、ほな行こう。走っていくの。いやいや、走っていくの。ねえ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 、今日カンペマラソンやった。カンペマラソンやったからとかちゃうねん。そういう問題じゃなくて、うん、駅7駅ぐらい。めちゃくちゃ遠いやん。全然行ける。そこはもうちょっと店の前からでお願いします。ここやねんけど。どう。素敵です。あ、ほんま。どうしました、なんかついてます。いやいや、汗かいて化粧取れたらこんな顔ない。言うなよそんなこと。女性に対して。まあまあまあ座って。あ、はい、あ、何する。どうしよっかな。おすすめはリンガーハットと銀だこかな。フードコート着てんの。今フードコートですかこれ。うん、ね、じゃあここで一旦腹ごしらえして、はい、こっからすぐんとこにもうめちゃくちゃお忍びに持ってこいのフードコートある。フードコートだ。そこフードコートはしごを提案してる。そうだね。ほんでこの世に忍べるフードコートなんてない。あれ、ちょっと長谷川さん、えらいテンション低いやん。どうしたん。それはもうフードコートはさすがにちょっとオープンすぎるかな。あー、そっかそっか。じゃあさ、さっきの石田さんと一緒やったらどこでもってあれ何やったん。詰めてくんなよお前。
めちゃくちゃ嫌な詰め方してくるやん。謝罪してもらってもいいから。うわ鬱陶しい。いやそこはもうちょっとおしゃれなお店で頼むわ。おしゃれなお店ね。じゃあ行こう。走っていくなよおい。森脇健児かお前。どこでも走っていきやがって。ここやねんけど。あ素敵ですね。あオッケー。じゃあ何飲む。石田さんと同じもの。あオッケー。じゃあすいません、いつものやつ2つお願いします。石田さんこのお店来られたら毎回同じもの頼むんですか。おーそうそうそう、あーすいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。やっぱりな、生ビールはサーバーから直接。激ヤバや。めちゃくちゃヤバい人おった。直で行くんやサーバーから。ほら長谷川さんもどうぞどうぞ。いや無理ですよ。え長谷川さんサーバーから無理。いやさすがに無理ですよ。あそっかそっか。じゃ あ, あのここメニューあるからさ、はい、あの5分あげるから、さっきの石田さんと同じものって言った自分を恥じて詰めてくんなよおい。嫌なやつやな。もう生ビールとかでええから。あじゃあお作りーす。なんか食べたいもあります。おすごい勢いでくるね。はい、すごくしっかりした石があります。あそう、はい、な, な, な, なになに。枝豆と刺身盛り合わせと串カツ盛り合わせ。ここフレンチやからさ。恥ずかしいな。いや居酒屋ってことにしてよ。居酒屋な。オッケー。行くな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 。もうこのお店にあるってことでいいから。あすいません、あの枝豆と刺身盛り合わせと串カツ盛り合わせを4つずつ、うん、団体できたんか。お1個ずつでええわ。1つずつで。はい、私石田さんと一緒に飲みたかったんです。あ、ほんまにありがとう。あ、張り合ってくんなよおい。なんで張り合ってくんねんお前。いや違うやん、こっち緊張から一気飲みしてねえからどうしたんって。あ、どうしたん。いや石田さんと二人っきりやと思うと緊張しちゃって。あ、ごめんな、俺が断られたばっかりに。そんなつもりで言うてない。へこまないで。いや違う違う、そんなつもりで言ってないにな。いやそうか、俺なんか緊張せんでよ。あ俺なんか緊張せんでよ、こんな嫌われてるやつ。へこむなへこむなおい。めんどくさいな、なんか話引き出してきて。あなんか滑らない話とか。荷が重いわ。できるわけないやろお前。そうか、急に飲みに誘うなんか話でもあったん。急に飲みに誘うなんかなんか話でもあったん。勇気を出して言いますね。言うたげて。実は私なんでんの前々から。はよ言わんか。黙れよ。言うから黙って聞け、はい、実は私前々から石田さんのことが好きです。え石田さんに奥さんお子さん家族がいることは分かってます。でもこの気持ち止めれないんです。だから不倫でいいんで付き合ってください。長谷川さん、あごめんなさい、酔っ払っちゃったみたいで今日は帰りますね。あちょっと待って、帰らんとって。え長谷川さん、あの自分で頼んだもんぐらい食べて帰りや。最低じゃん。おおよし。ありがとうございます。いきなり。何ですか何ですか。本当にやりたいことがある。もう何何土下座。違うわ。どうぞどうぞ。違うやんか、ね、この間漫才師がこう出てくるときにさ、こう出囃子が流れて二人でこう登場してくるやろ。ほんなら丸丸です丸丸です、二人合わせて丸丸です、これちょっとやりたい、ね。あれな、聞かんかったことにしとく。なんでよ。やっぱ確かに18年のキャリアでやるにはちょっと恥ずかしいけどさ、一回もこのやらずに来たから。ああじゃあ1回くらいこのやってみたいな。ああ分かった。だからちょっとこれやらしてくれや。断れぬ、ちょっとやれよ。やってくれるの。やるやるやる。ほんなら登場のとこから頼まん。どうもー石田です。かぶってんねんおい。タイミング考えろや。順番決まってなかったやんお前。いや大体こういうの暗黙の了解で井上石田の順番やん。なんでお前が先やねん。なんで石田井上とお前が先やねん。お前出席番号教えたら石田が先やん。小学生かお前。やり合ってんだよ。あごめん身長順か。そんなん違うわ。いやとしたらどうも井上でーす。石田でーす。そんなに差ないよ。ここまで慎重さないから、もうとりあえずここはもう井上下この順番で頼むわ。ほんであのおふざけもういらんから。おふざけいらんの。二人合わせてやりたいだけでおふざけやめて。明かしてお前俺誰やと思ってんねん。え俺誰やっけ。誰やねん誰やねん。違う石田や石田お前は。どうもー井上です。おそらく石田です。なんやるなよ。十中八九石田です。絶対に石田やから。 100% 石田です。何やその自己紹介。石田 100% です。多重みたいになってんねん。石田明 100% です。でもおんねんそういう人が。99% 肌見せてる人。それで言ったらもうアキラ 5% ぐらいや。お静かに。何があかんねん。こんなどうでもええから。だって2人合わせてこれやりたいから。どうもー井上です。石田アキラ37歳既婚双子の父親です。ずるいぞお前。お前だけなんか情報詰め込んでずるいやんけ。だったらお前が先に言うたらええん。あじゃあ俺も言わしてくれや。どうもー井上裕介37歳未婚絶賛彼女募集中です。石田でーす。言えやおい。お前が言わんかったらなんか俺シャシャリ出てるみたいなの嫌われるやないかい。嫌われたっていいじゃない井上だもん。間三つ男か。ええわそんなんは。てか二人合わせてをやりたいから。どうも井上です。石田です。マイクです。マイクの紹介いらんねん。三人合わせて無敵です。恥ずい恥ずい恥ずい。1年目のやつが言うやつそれ。じゃ二人合わせて。どうも井上です。石田です。二人背中を合わせて
ノンスタイルです。ダサいね。ダサいね。さっきからダサいのが続いてるの。井上です。石田です。二人合わせときますか。合わせときましょうか。ノンスタイルです。何よこれは。段取りが多いから。どうも。井上です。石田です。二人合わせて石田を抜いて。井上です。俺だけだって。二人でやりたい。どうも。井上です。石田です。二人合わせてせーので言うよ。せーの。ノンスタイルです。何よこれは。タコタレントかお前。2人合わせてどうも井上です。石田です。2人甘えてノンスタイル。気持ち悪いわ。何気持ち悪いことさせてくれてんねん。キモくたっていいじゃない。井上だものやないねん。ファンザけどさ。何ですか。お前仕事行くときさ、何一番利用してる？まあ強いて言うなら脚力。あ、そういうこと違うの。あ、違う違う違う。あ、引っ掛け。あ、引っ掛け。脳みそ。バカなんかお前。違う、移動手段に決まってるやろ。あ、移動手段な、象かな。インド人かお前。嘘つくなよお前。電車一番使ってるから。あ、電車乗ってんの、うん、電車乗ってんねやったらな、気ぃつけなあかんで。大丈夫や、俺電車運転してないから。そういうこと言うてんちゃうねんお前。最近でなんか電車でのトラブル、これが増えてんねんて。確かに、この間も俺電車乗ってて巻き込まれたもん。あ、お前が、うん、俺がこう釣り革持って立っててんやんか、うん、ほんなら俺の前に結構高齢なマダムが座ってて。マダムか。で俺の隣にも高齢なマダムが立ってたんや。こっちにも。ほんならこの座りマダムが立ちマダムに席を譲りやがったのよ。座りマダムが立ちマダム。そっから急激に揉め始めて、はいはい、ちょっと私あなたに席譲られるほど年取ってませんから。え、私の方が絶対若いですから。いや、私の方が絶対若いから。私の方が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 若いわよねお兄さんって急に来たわけよ。うわーってなってビビったビビった、うん、そりゃパニックですよ、うん、だって俺からしたら2人とも同い年みたいなもんやから、うん、あ、でもずんずん聞いてくるわけよ、うん、ねえ私の方が若いよね、私の方が若いわよね、私の方が若いよねってバンバン聞いてくるから、うん、しゃーなしに俺はまあ2人とも若いですけどねって言ったんよ、うん、ほんならこの譲りマダムと譲られマダムが意気投合マダムになりやがって。意気投合マダム。最近の若い人は口ばっかりうまいからね。ねえ、ほんとあんたが座ればいいよ。ああ、わかりました。え、これ何の話？こっちのセリフや。何を長々長々一人で喋ってんの。電車でのトラブルに気をつけろよ言ってんの。気をつけるな。あれ多いな、やっぱ駆け込み乗車のトラブルや。あれは危険ですよ。ああ、吉本興業不祥事多すぎてマジ笑った。駆け込み乗車や。何言ってんのお前。で書き込み乗車になるから。 あと多いのにこう酔っ払いに絡まれるな。酔っ払いね。お前これは何見てんねん。私でありますか。お前も酔ってたらあかんねん。私が見ているのは明るい未来であります。ベロベロやないか。酔っ払ってんのはこっちだけやから。おいお前これは何見てんねん。お前もバカにしてんのか。仕事場でもバカにされ、家族にもバカにされ。やめとけ井上。俺ちゃうねん。なんで俺が管巻いてんねん。一般的な酔っ払い。おいお前これ何見てんねん。見てへんよ。やかましい。何なんですか。お前には関係ないよ。やめてくださいよ。しばき回せ。何なんですか。リアクションせえよ。殴ってるやろどう考えても。殴ってんの当たり前やろ。でも俺殴られたことないからさ、どうリアクションとっていいかが分かれへんねん。いや分かるやろそれぐらい。ちょっとイメトレしてもいい。何やイメトレ。酔っ払いに殴られる、じゃあ吹っ飛ぶ、頭がコツンと釣り革に当たる、釣り革がまだその隣の釣り革にコツンと当たる、コツン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 。おいこれ何の時間やおい。知らないおじさんの頭にコツン、カツラポロン、ピタゴラスイッチ。ならへんて。なんで殴られてピタゴラスイッチになんねん。え、殴られたらこうなんねん。あ、こうなるんや。ちょっとイメトレやってもいい。でもええってイメトレ。殴られたらこうなる。じゃあ奥歯が折れて奥歯吹っ飛ぶ。どんだけ体弱いねん。幼稚園児が拾おうとする、ママが慌てて奥歯蹴る。どういう状況それ。奥歯コロンコロン。あ、そのリズムあかん。そのリズムあかんって。そのリズム。コロン。知らないおじさんの靴にコツン、拾おうとするカツラポロン、ピタゴラスイッチ。見た見た。ピタゴラスイッチはすごい。え、殴られたらイラってすんの。イラってすんの。イメトリやってもいい。もうええて。イラカツラポロンピタゴラス。すぐ出てきたやないか。なんで全部殴られたらピタゴラスイッチなんねんお前。頭気をつけなあかんすよ、うん、痴漢の冤罪や。あ、それは大丈夫や。俺電車に乗るときな、あの両手で釣り革持ってるから。お前が両手で釣り革持っててもよ、うん、触られてないのに、ね、触られたとかいうな女子高生の詐欺集団みたいなのがおるらしいぞ。俺はそういうのには騙されません。おんな俺が詐欺集団やってるから、うん、お前ちょっと満員電車乗っといてくれ。俺にやらせたことを後悔させてやるよ。なんやこいつ。ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ガタンゴトーン、ほんまに後悔してんねんけど。じゃあ俺あの満員電車乗っといてってね、うん、これやったら始発で酔っ払って寝てるおっさんやん。いやこれ網棚の上。激ヤバいぞお前。そんなやつ痴漢どこ関係なく捕まるから。
普通に両手で釣り革持って立っといて。ガダンゴドーン、変な持ち方してんね。普通に釣り革持って立っとく。ガダンゴドーン、ガダンゴドーン、ガダンゴドーン、ガダンゴドーン。触ったらあかんねん。触ってないのに言われるから。ガダンゴドーン、ガダンゴドーン。あ、この人痴漢です。え、俺ですかってこんなことよくあるよね。日本ショッピングか。そんな時はこちら、口止め料。払ったらあかんねん。払った認めたことになるから、それ否定せなあかんねん。ガダンゴドーン、ガダンゴドーン。あ、この人痴漢です。ブブー。ガタンゴドーン。無理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 。無理やって。これでことなき得るわけないやん。普通もうちょっと焦んねん。ガタンゴドーン、ガタンゴドーン。あ、この人痴漢です。え、俺ですか？あんた最低ね。ちょっと待ってくださいよ。次の駅で降りなさいよ。なんで一歩ずつずれて喋るんですか？そういうこと違うねん。別の人を演じ分けてるから。ガタンゴドーン、ガタンゴドーン。あ、この人痴漢です。え、俺ですか？あんた最低ね。え、この人がですか？次の駅で降りなさいよ。やってないと思いますけどね。お前もやらんでね。お前やってもうたらメインおらんくなるから。お前はお前だけ。ガタンゴドーン、ガタンゴドーン。あ、これと痴漢です。よく間違われるんです。あんた最低ね。わお、がっかり。次の駅で降りなさいよ。断らぬ余裕たっぷりか。そんな余裕ないから。また次の駅で降りたとこから出る。ガタンゴドーン、聞いてる。降りたとこから出るんだけど。ガタンゴドーン、ガタンゴドーン。あ、これと痴漢です。え、俺ですか？あんた最低ね。ちょっと待ってくださいよ。次の駅で降りなさいよ。次の駅って今新横浜出たとこやから、次名古屋ですよ。なんで新幹線乗ってんの。新幹線釣り革ないやろかい。これ釣り革ちゃうよ。これネイル乾かしてるややこしいね。もう次の駅で降りたとこから出たら、あんた降りなさいよ。あ、ちょっとやめてくださいよ。警察行きますよ。いや、警察だわ。相方だけで。いらんこと言わんでよ。何余計なこと言ってんの。てか、あんたどっかで見たことある顔やな。まあ M1 チャンピオンなんで。言うたらあかんねん。ここで芸能人ってバレたらめんどくさいことなんねんから、ごまかさなあかんねん。あとどっかで見たことある顔やな。あ、僕クラスにはよく一人はおる顔やなって言われるんですよ。テレビで見たことあんねん。あ、僕テレビ出てる人じゃないです。ほぼね出てる人です。ごまかせるか。ちょっと押さんといてくださいよ。おじさんにドン、おじさんにドン。いや、使わなしええわ。もうええわ。どうも、あざした。ありがとうございます。はい、さんの方がね来ていただきまして、たくさんですよ。ライブビューイングもあるということでございます。はいはいはい、はい。皆様大いに楽しんで帰っていただけたらなと。はい、勝手にどうぞ。勝手にどうぞと思ってね。せっかくですから楽しんで帰ってくださいね。まあでも早いもんでね、我々もう40ですよ。もう40ですよ。やっぱ20歳の時に思い描いてたさ、この40歳とは全然違うよね。確かに20歳の頃の俺はさ、もう40になったら絶対井上と縁切ってると思ってた。どういう意味やお前。まさかのズブズブっていうね。いやでもやっぱ20歳の時とやっぱ違うよね。やっぱ俺20代の時なんかな、はいはい、20代でこう冠番組の全国を持ってよ。はいはい、ほんでこっち女優さんと結婚して子供を授かって、うん、で30代ではさ、こうもうお家を建ててよ、うん、で高級車を乗り回し、うん、で40代では仕事もせずにな、悠々自適に暮らしてるよってやったよ。それがどうよ。ああ、20代のうちに全国的に嫌われて、女優さんと結婚したいと言い続けて子供たちからもバカにされて、で30代で負けフラグ立てて、で高級車で問題起こしてねえ、すごいですよね。俺40代はね、必死で働いて週刊誌に怯えながら一人ぼっちで過ごしていくねんもんな。何やこいつ。いやでもどうやんな。あでもな、お前二十歳の頃の井上はこんな40の井上を想像してなかったと思うね。ひどいと思わへんか。確かにね。まあそう言われたら、もしあの二十歳の時に自分にやったら土下座し謝りたいなと思うよ。土下座したい。ああそう。じゃあ今日はさ、あのタイムマシンが発明されたとして、二十歳の頃の井上に土下座しに行く練習やっとこう。何の練習やそれ。俺そんなやりたないの。俺はまずお前がな、新聞でタイムマシンが発明されたっていう記事を読んでんねん。じゃあそこにあの知らん電話番号から電話がかかってくる。いや、それで別にやりたないねんけど、こんなことな。じゃあ聞いてるかって。はい、もしもし。ノンスタイルの井上くんかね。そうですけど、君に一つご報告があります。君の電話番号がネットにさらされていたよ。何の報告やそれ。タイムマシンやろ。あ、そうか、発明した人から電話かかってね。別にやりたないねんけど、こんなもんな。聞いてるかって。はい、もしもし。ノンスタイルの井上くんかね。そうですけど、君に一つご報告があります。あなたは米村伝次郎です。知ってる人やわ。あの人そういうタイプの人ちゃうねん。あ、そうか、あの人ただの科学の面白おじさんやもんな。変な言い方すんなよ、おい。博士やろ。プルルルプルルル。はい、もしもし。ノンスタイルの井上くんかね。そうですけど、君に一つご報告があります。あなたは博士太郎です。博士違いやわ、おい。より何にもでけへん起きたわ。違う、お茶の水博士。プルルルプルルル。はい、もしもし。ノンスタイルの井上くんかね。そうですけど、君に一つご報告があります。あなたはお茶の水博士と申します。博士が一体何用なんですか。それは電話では話せません。何のためにかけてきたんや。何の電話やこれ。ここだけの話なんです、ね、隣おったんかいな。隣おる状態で電話かけてきたんや。静かに。声と顔が大きい。顔関係ないやろ。何やこいつ。静かに。ここで君と会ってることが世にバレたらまずい。なんでなんですか。妻が君のことを心底嫌いでね。しばくぞお前は。じゃ何やねん。ほんで、冗談ですよ。
今回のことは世界にとっても、もう一番最も重要な機密事項なんです。何なんですか。なんとタイムマシンが発明されましてね。あの新聞で読みましたよ。ここで一つあなたにお願いがあるんです。お願い。人類初のタイムトラベラーになってほしいんです。なんでまた僕なんですか。厳正なる選考の結果、3人に選ばれたんですが、その中からあなたが選ばれました。残り2人は、あなたとナダルさんとクロちゃん。嫌われ者分かるやないか、お前。これ何やその3人。まああなただったら過去とか未来に行って戻ってこれなくても爆笑するんじゃないかと。何やこいつ。じゃあこんなんええねんけど。冗談ですよ。あなた過去に行ってやりたいことがあるんですよね。やりたいこと。さあ行ってきてください。過去に行って二十歳の頃の自分に土下座してきてください。ええねんそんなん。ついでに石田さんにも土下座してきてください。なんでお前に謝るんだか。だってこの先いろいろ迷惑かけるじゃない。余計なこと言わんでええわ。じゃもうええからこんなん。さあこのボックスに入って。ボックス、うん、このボックスの両脇を私がポンと叩くと白いもうドーナツ型の煙と共に過去に行くことができる。電磁炉やろそれ。あれそういうシステムのもんちゃうねん。でしょ。てか俺別に二十歳の頃の自分に謝りたないから。お前が言い出してんやんけよ。じゃあ言葉のあやで言うてんねやろ。あ、そう、何それ。で40からの未来やる話したいかな。あ、そう。じゃあこれから どんな理想をこう抱えてんねん。まあそれで言うとやっぱ40か41ぐらいでやっぱ結婚したいかな。はいはいはい、で子供は欲しい。できることなら2人欲しいから。はいはいはい、45歳でこれベストファーザー賞これ取りたい。いやこれなかなか難しいで、ベストファーザー賞って。そうか。マジで、うん、もしもその理想が実現できんかったらどうすんの。うん、お前に100万渡すよ。言ったな。じゃあお前な、理想が実現できへんかったとして、俺に100万渡す練習しとこう。何の練習やねんお前。じゃあええねん。今日はお前の46歳の誕生日やな。お前はベストファーザー賞どころか結婚もしてへん、彼女もあれへん。なんやったらここ3年ぐらいファンレターも届いてない。それどころかもう9割方 LINE も既読スルーや。めちゃくちゃ落ちぶれてるやん今日。そんなお前はな、仕事来る前に銀行によって100万下ろして俺が来るのを待ってる。いや別にこんな練習やりたないねんけどな。行こう。はい、石田早公園かな。ガチャ、ウェイス。ああ、今日お前の誕生日じゃん。ああ、そうだね。おめでとう。ありがとう。で、あのさ、っていうかさ、石田まだな。お前誰やん。別の芸人仲間とか入ってこんでええねん。いや、石田が来んことには100万渡されんから。俺が行くんだ。だからまず俺これやりたないねんけど。俺行くから。はい、石田早公園かな。てルミネ座吉本楽屋。おい、6年後どうなってんねん。この6年でそんな進化するか。ごめん、ちょっと電話やわ。電話変わってないな。あ、はい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 、あ、わかりました、ちょっと待ってください、変わります。はい、お茶の水博士から電話や。タイムマシーンやろそれ。じゃタイムマシーンの話終わってるから100万渡す練習やろ。100万渡す。じゃええねんけどこんなん。はい、石田早公園かな。ガチャ、おい。あーよ、井上、今日お前の46歳の誕生日やな。あ、そうやな。お前が46歳っていうことはどういうことか分かってるか。分かってるよ。加藤茶は83やからな。何の報告やそれは。じゃ100万渡す練習すんねんよ。100万渡す練習しましょう。はーい、石田早公園かな。いつもこんな風に思ってくれてる。思ってるか。お前が入ってくるためのきっかけをやってるから。はーい、石田早公園かな。井上どこ行こうかな。早来いよおい。渡して違う話したからさっさと100万渡させて。はい、石田早公園かな。今度から待ち合わせ。早来いよ。さっさと100万渡させろ。はい、石田早公園かな。はい、ガチャ。はい、100万、100万、最低かおい。はい、100万、100万。何やこいつ。横手、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 横こんな話をしたいんじゃないねん、こっちは。え？新婚生活とかの話をしたいの。あれ、もしかして怒ってる？当たり前やろ、お前。マジで？じゃあ、これ漫才終わった後、吐けるやんか。吐けた瞬間、謝るから、その練習しといていい？何の練習やねん、だから。じゃあ、ええって。ここが吐けてきたところにするから、漫才してるところは向こうな。向こうでやろう。うん、な。ごめん。頼むわ、うん。なんでこんなんやらなあかんの？なんでこんなんやらなあかんねんとか言いながら、こっちに来てくれるお前のこと嫌いじゃない。やかましいやん。じゃあ俺が適当にオチ言うから、お前もうええわ言うて。めんどくさいな。ほんまお前いつになったら理想の話すんねん。いやお前のせいやって、もうええわ。どうもあたしたお疲れした。あーお疲れっす。はい、いや暑いっす、照明が結構暑いっす。はい、汗だくっすよもうめちゃくちゃ。はい、あーでもお客さんあったかいっすね。うん、あったかいっていうか軽いっすね。はい。別に大しておもろいこと言ってないのに結構笑ってくれてる。はい、謝るよ。何を長々喋ってんねんこら。あ、ごめん、舞台袖のリアルをお届けしても恥ずかしいやろ。
何や大したこと言ってないのに笑ってくれるってもう一回、もう一回練習。じゃあええねんけど、もう一回練習させて。ごめん、お願い。なんでこんなん付き合わなあかんの。付き合ってくれてもええやんけ。どうせお前好きな人とは付き合われへんねんから。ひどすぎるやろ。お疲れ様でした。お疲れした、お疲れした。やっぱあれやんな、なんか気分害してるやんな。害してるよ。そうやんな。まあな、あの悪気はないとしてもな、あの悪いもんは悪いもんな。当たり前悪いやろ。まあどう考えてもな、あの俺が悪いもんな。お前が悪いやろ。なんやお前、逆切れすんのやこら。お前が謝りたい言うてんねやろが。ごめん、謝ろうと思ってたんけどさ、あまりにもイラつかせる才能ありすぎてて。どういうことやこら。でも練習しといてよかったわ。今のがほんまやったら俺お前の頭こう思ってこうやって大惨事やわ。おいもうさっさと謝れや。でもお前が練習させてくれたおかげで俺は人として着実に伸びてるから。いや伸びてるからって、伸びてんのは漫才の時間だけやろ。伸びてへんのはお前の人気だけやな。やかましいわって思うよ。すいませんさ。どこで謝ってんねんおい。ここで100万円で謝ってることになるやろがや。どこで謝んねんお前。舞台袖で謝んねん。はあ、謝るところ謝ったわ。いやもうええわ。どうもありがとうございました。いきなり落ち言うんやめて。びっくりするから。はあ、確かにお前落ち着きないからさ、急に落ち言われたら落ち着かへんもんな。いやもうええわ。どうもありがとうございました。これ今どういう状況なあ。あっち舞台やろ、あそこ袖やろ、今どこへ移動してんの。東京ドーム。ドーム行ってもうてんの。ええわお前、戻ってこいこら。全然ちゃんとやらへんやないか。いや次ちゃんとやる。じゃやらへんやん。次ちゃんとやらへんかったら俺もうスキンヘッドにするから。いや別にせんでええよ。でもスキンヘッドやったことないからちょっと練習してもいい。いや練習ええねんって、もうええわ。どうもすいませんでした。謝らんでええわ。何してんねん。これを見本にして、あの20歳の頃の土下座練習する。いやもうええわ。もしもよ、川でさ、少年が溺れてるのを発見したらどうする。そんなもん決まってるやんけお前、二度見。助けろよお前。いやそこはさ、自分の命を顧みずに助けに行けよ。無理やって、そんなもん。お前ビビりやねん。誰がビビりやねん。俺はただのクーズ。もっとあかんやんけ。いやでもそこはな、やってみたら意外にできるかもしれんから。おい石田、あそこの川で少年が溺れてるぞ。おい井上、俺あの少年を助けたことによって女性にキャーキャー言われたいっていう欲に溺れてるぞ。言わんでええやろ。俺の煩悩ゼロ。そんなもんにしても流れが早いな。最近の笑いの波をな。川の話や。乗り切れてない。頑張ろうぜ。よし飛び込むぞ。バシャー。腹打ち。我慢せえやおい。運動不足。黙っとけお前。そのさっくりちょいちょい自分戒めるのやめろ、腹立つから。でこうクロールで少年のとこまで泳いで行って、少年を抱きかかえたまま岸に少年を連れて、岸に少年を寝かせんねん。おい井上どうした。俺ただ泳ぎに行っただけや。知らんがな。意味ゼロ。じゃあ頑張れよ。そこは少年の心配せ。おい井上、この子びしょびしょやんけ。当たり前やろ。俺もびしょびしょ。当たり前や。今の今まで溺れとって、もっと心配することある。携帯潰れた。どうでもええ。さよならアドレス。何を言うてんねん。でもこんな時のためにはちゃんとアドレス帳にもちゃんと書いといて。水性ペン。アホすぎるやろお前。じゃそこは話しかけて意識の確認。あのそのあのあれ、あの、うん、大丈夫。人見知りしてる場合かお前。意外にネクラ。興味ないねお前。もうどけ。大丈夫か。返事はできたらやってんねん。俺の2年生出すな。そんなことあの意識がないときたら口元に手を当ててやな。うわ口元隠したら松潤そっくり。コンパかお前。コンパか言うた今。そこは息してるかの確認。匂いかかんでんねん。もうどいとけ。ファイト。しょうもないことすな。ファイト。はい、おこのハッピーやろ。どっか吹け腹立つな。だからいやこれやめろ、鬱陶しいから。で息してないときたら気道確保や。今度一緒に旅行行こうや。はだからあの金曜日と土曜日開けといてな。それ金道確保やん。ボケが無理やり。じゃあやるな。気道確保。どうやってやんの。だこうやってこうやこうやってこうやって。お前がやってどうすんの。その後に脈の確認。よーどうとかいらんねん。漫才楽しい。勝手なことすんなよ。なんで心臓マッサージ。イケイケイの上ドクドク心臓。うるせえ。この宴会部長必要ないねん。なんで人工呼吸や。味がちょっと待ってくれ。それはやばいと。一歩塗るな。それはやばい。スティック塗り。あ違うか。もうええわ、ここは俺がやるから、お前救急車やめ。オッケー。はぁ、携帯潰れてた。めんどくせえな、お前。頭の中の消しゴム。すぐ忘れんな、お前。そう、こんな携帯変ねん、もう。ビヨーン、ビヨーン、バネ付きのストラップ。何つけてんの、お前。電話せえや。いや、携帯潰れてんの。な、もう俺の携帯使え。これ防水携帯やから。何自慢。うっとうしいの、お前。顔がうざい。言うこともうざい。でもそんな自分が嫌いじゃない。何を言うてんの、お前。
ええからさっさと119せ。119うるさい。お前やそれは。なこちら救急センターどうなさいましたか。電話をなさいました。分かってるわ。なんで電話したか。隣のやつにやいや言われたからです。違うやろ。溺れてる子供発見しました。そうや。返してほしければ。誘拐犯かお前。ちゃんとやれ。少年の状況を教えてください。仰向けです。バカかお前。もっと伝えなあかんことあるやろ。ああ、びしょびしょです。どうでもええわそんなこと。同じとこ負けただけだよ。痛いよここが。どうすんねここへこんだら。え、俺全身真っ白の服着てここだけへこんでたら米粒や思われる。知らんがなそんなこと。頭痛いので救急車1台。お前のために呼ばんねえねお前。その少年のこと聞いてくれ。少年の意識はありますか。意識はないです。あともうやる気もないです。お前の話はいらん。息はしてますか。息していません。てか息が合っていません。お前の話もどうでもよね。軌道確保しましたか。楽しみにしていましたけどね、キャンセルですわ。軌道確保の話しちゃうねん。体温は下がっていませんか。下がっていますね。誰かさんの好感度とともにね。どっか行け。おいあらさどうぞお願いします。どうぞお願いします。いや俺ちょっとね、川とかでさ少年が溺れてたら助けられるような男でありたいなと思う、ね、お前それむっちゃかっこええやんけお前。だからちょっと一回やってみよう。 おい石田、あそこの川で少年が溺れてるぞ。おい井上、俺あの少年を助けてヒーローになりたいっていう欲に溺れてるぞ。言わんでええやろそういうこと。言わんでええから、よし飛び込むぞ。バシャン腹打ち。我慢せえよおい。下手くそやな。ただクロールで泳いでいって少年のところまで行って少年を抱きかかえたまま少年を岸に連れて岸に少年を寝かせる。おい井上どうした。俺泳ぎに行っただけや。知らんがな。ええねんそんなことは。とりあえず少年の心配せ。おい井上この子どうした。びしょびしょやんけ。当たり前やろ。今の今まで溺れとったやん。お前もびしょびしょやんけ。お前アホやろ。嘘やろ。びしょびしょやお前も。二人じゃ飛び込んねえからびしょびしょに決まってるやろが。携帯潰れ。細かいこと言わんでええねんお前。どうでもええ、命が潰れかけてんねんお前。これまで意識の確認や。大丈夫。人見知りしてる場合かお前。あるなつな。ちゃんと意識の確認。情けない話略して。意識ないぞ。何で確認してんねん。なさばな言うかお前。そこはほっぺをパンパンでしてんねん。誰が札束でせえ。普通にパンパンしたらええねん。ほんで意識がないって来たらね、言ったら次呼吸してるかどうか口元に手を当ててみるわけよ。おい井上どうした。俺むっちゃ手ふやけてる。まだ言うてんのかお前。腹立つの。むっちゃやぞ。いらんねんそんなことは。それは泳いでんからふやけててもええやろか。で意識がない呼吸をしてないって来たら次軌道確保や。俺近々旅行行こう思ってるからさ、だから金曜日と土曜日開けといてな。金土確保してどうすんねんお前。軌道確保や、軌道確保。旅行の話しちゃうんか。違うわ。どうやって軌道がこう、顎をこうやって。あ、こうやってくる。お前がやってどうすんの。少年にやるわけや。少年に軌道確保をやった後にな、次な、心臓が動いてるかどうか、胸に耳を当ててみんねん。おい、井上。どうした。むっちゃ落ち着く。よかったな、お前。そんなこと言うの違うねお前。ほんで、心臓が動いてないときたら、心臓マッサージ。ヒゲダンスすな、お前。邪魔をすな、お前は。その後に人工呼吸や。マジかお前、人工呼吸やばいやろお前。リップを塗るな。マジかお前、何してんのお前は。いや心の準備ができてんやろ。もうやばい、ここは俺がやるからお前ちょっと救急車呼べ。おい救急車。それでは無理やろお前。そんな地声できたら苦労せんよお前。電話で呼べ電話で。そうか、いや携帯潰れてる。めんどくさいなお前。あるの泳いだからさっき。あんな、これ俺の防水携帯、これ使え。マジでこれ高かったんじゃん。どこに食いついてんねん。高かったやろ。さっさと119せ。11うるさい。お前やそれ腹立つ。ならこちら救急センターどうなさいましたか。電話をなさいました。当たってるわそんなこと。なんで電話したか。こいつにやいや言われたからです。違うやろ。溺れてる子供発見しました。そうや、返してほしければ。誘拐犯かちゃんとやれ。ほんな子供の現状を教えてください。仰向けです。バカかお前は。いらんそんな。びしょびしょです。こういうこと言うてんちゃうねんやろ。このパン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 どっつくな。何がんだこれ。いやずっとパン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 どついてノーマジランドリングレール。ちゃんとやらないのが漫才でしょうが。じゃあ突っ込まれても文句言うな。痛すぎるでしょうが。知らんがな。お前こっちだけハゲたらお前のせいやからなお前。こっちだけバーハゲてくわ。お前後でこっちも叩けよお前。なんで叩けたんやろ。バーカー、俺がお前早死にしたらお前のせい全部。うるさい、さっさと電話せ。ああやってるやつ。あんた意識はありますか。意識ないですね。てかやる気もないですわ。俺らの話はどうでもええねお前。息はしてますか。息してないです。てか息が合ってないです。俺らの話いらん。軌道確保しましたか。楽しみにしてましたけどね、キャンセルです。軌道確保の話しちゃうねお前。体温は下がっていませんか。下がってますね。こいつの好感度とともに、ね、どっか行けよお前。あれだったお前。ほんだ応急処置してください。はいはい、応急処置やったらいいんでしょ。仲直りのね。キスするか。もうええわ。
といきなりやねんけど、何ですか何ですか。結婚したらね、やりたいこといっぱいあんのよ。ああそうな、うん、じゃあその今日はやりたいことさ、うん、胸の中に留めといてや。やらせろよもうやりたいっつってんからやらせてくれよ。ないない。でも朝目覚めるときな、まず奥さんの包丁の音で目覚めんねん。シュッくさ、怖い怖い怖い、シュ怖すぎるやろお前は。いやそれはトントントンやん。トン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 、日野のりと。違う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 、トラクター来てますからそれやったら。ちょっとトン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 、奥さんが話しかけて起こしてくんねん。おはようございます。すっきりじゃんお前。そんな風に話しかけてくるか。普通に話しかけてきて。ほら早く起きて、うん、あと5分だけ。早く起きないと朝の対局拳遅刻しちゃうよ。ジジイか俺お前。そんな早朝の話しちゃうねん。そんな無理やり起こしてくんねん。ほら早く起きないと、もうこうしちゃうぞ。スタンガンでビリビリ。怖い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 。それがないコチョバスとかあるやん。もう早く起きないとこうしちゃうぞ。ほら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 、ダメ。朝起きたばっかりの口にはうんち 10g 分の細菌がいるんだから。冷めるわおい、言うなそういうこと。ほら早く歯磨いといて。お口うんちくん。誰がお口うんちくんやお前。変なあだ名つけんだよおい。前はね、歯磨きに行ってるやろ。歯磨いてる間にな、奥さんが朝ごはんを準備してくれてんねん。朝ごはんできたよ。 ありがとう。行こう。行く、バイキング違うって。見たことある、家でバイキングしてる人。その目の前にできてんねん。じゃじゃん、もつ鍋でーす。重たいな。朝からそんなもん食うかおい。ザ朝ごはんで。じゃあ今日の朝食のメニュー紹介するね。教えて。まずこちら白米の茶碗のせ、白ご飯ね。こちらスープの味噌仕立て、味噌汁。こちらですね、生卵の長方形焼き。卵焼き普通に言うやろ。何こだわりメニューみたいな感じで言うてね。焼き魚とかでいいかな。マグロの姿焼きでーす。すごいの出してきたな。マグロの姿焼き。うん、え、オーブン入らへんやろ。入らないの。だからずっとライターで。どうもだよ。鮭の切り身とかでいいから。じゃあいただきましょう。いただきまーす。うわ、この味噌汁おいしい。あ、嬉しい、うん、今日は出汁から取ったからさ、自信あったんだ。別メニュー食べてない。え、俺和食食べてんねん。なんでも洋食食べてんねんか。同じもん食べてよ。てかご飯食べてるやろ、うん、ならな、奥さんがご飯粒ついてるよって言ったら取ってくれんねん。ゆうくん、ご飯粒ついてるよ。え、どこどこ。仕方ないな、トリッキーやな。そんなとこにご飯粒つくかお前。ほっぺについてんのパッて取ってな、パクって食べんねん。ゆうくん、ご飯粒ついてるよ。どこどこ。仕方ないな。ありがとう、ワンパク。そんな奥さん嫌やわ。ほんでご飯食べ終わるやろ、うん、洗い物はな、旦那の俺が仕上げるわけよ。洗い物は俺が仕上げるな。あ、いつもありがとうね。好きやねんな。なんかさ、お皿の汚れとともに心の汚れも取れるというか、食べこぼしすごいなおい。そんなに食べこぼしてないから、おじいちゃん違うから。でこうね、ご飯食べ終わって、この洗い物が終わったら、今日着ていく服を奥さんが選んでくれんねん。あー、どうしよっかな。選んで選んで。じゃあまず、うん、赤いシャツに。赤いシャツ、うん、赤いズボンに。もう攻めてるね。あ、赤いネクタイに、赤いジャケットに、金髪のズラズボン。カズレーザーやなんで俺カズレーザーのコスチュームで外出なあかんねん。あ、じゃあ白のタンクトップに、青の細身のパンツに、黒縁メガネに、赤い蝶ネクタイ。ひょっこりはんやわ。なんでその俺芸人のコスチュームで外出なあかんねん。まあええわ。あれ、これ行ってきますってなんだけどな、うん、ここでも恒例のやり取りがあんねん。行ってきます。あ、ゆうくんちょっと待って。え、どうかご無事で。戦争行くんか俺も。いや、そら行ってらっしゃいのちゅうや。行ってきます。あ、ゆうくんちょっと待って。え、ちょっと待って。いってらっしゃい。公やけどやわ。何してくれてんねん。いってらっしゃいってこうチュンってキスをしてな、うん、で俺が仕事行く時には、あ、生ゴミとかあったら一緒に捨てとくから持っといて。あ、大丈夫、私時間あるから。いや、ついでやから持っといて。全然気にせんといて。仕事行くついでやから。私行けるから。時間大切にし。私時間あるから。早持っといてよ。全然気にせんといて。早持ってこいよお前。もうそんな長々長々やるとこちゃうから、すっと持ってきて。じゃあこの部屋とこの部屋に入ってる生ゴミ全部よろしく。ゴミ屋敷かお前。でも一袋でええねん。あ、じゃあこれお願いします。はい、OK。んで、ここでな、弁当渡してくんねん。あ、お弁当。あ、ありがとう。中に入れといたから。どこに入れてんねん。手渡しで渡さんか。お弁当どうぞ。助かるわ。ほんで、これがまたな、デコ弁や。今日はデコ弁頑張ったんだ。あ、そうなんや。うん、蓋にスワロフスキーいっぱいつけといた。うん、箱の方頑張ったな。いや、箱のデコレーションじゃなくて、中身あるやんか、おにぎりがこのパンダさんみたいな。あ、今日はね、あのデコ弁頑張ったんだ。あ、そうなんや。うん、おにぎりがパンダさんで、うん、ミートボールがお猿さんで、で、コロッケがクマさん。おいしそう。名付けて、動物愛護団体かかってこいや弁当。食べにくいな。変なネーミングつけんといてくれや。まあええわ。ほんでこう仕事に行くやろ、うん、で帰る時もちょっと理想があるわけよ。本当はまっすぐ帰る予定やってんけど、先輩に飲みに誘われたから、こう晩ご飯いらんっていうことを奥さんにこう LINE で報告すんねん。ごめん、今日先輩に飲みに誘われたから晩ご飯いらんわと。そうなんや、残念。でも仕方ないね。でもせっかくやから楽しんできて。ありがとうなと。
あ、もしもし、うん、今日旦那帰ってこへんみたいからうち来る？不倫すなよお前そんなことするんか、頑張ってねって帰ってくれ。ほんでこう飲み会が終わってな、こう帰る時もや、奥さん起こさへんように静かに帰んねん。駅前に不審者がいます。どこでやってんねんこれ。まさか一人だけ無重力です。頭おかしいみたいな。家の中に決まってるやろ。ほんでこうテーブルみたいな、なちょっとしたおかずとなんか置き手紙が書いてあって、や冷蔵庫にビール冷えてるからねって書いてんねん。だから冷蔵庫ガチャっと、おかえりほらやわ、サプライズ怖すぎるやろ。そこは冷蔵庫になんか缶ビールが入ってあって、や缶ビールになんかサインペンで字が書いてあって、 お疲れ様永遠に毒持ったんかお前お疲れ様乾杯って字が書いてあるんで、なんかそのビールを飲みながら、俺はなんか寝室で寝てる奥さんのこう顔を見ながらこのビールを飲むわけよ。やや恐怖。何があかんねん幸せをかみしめてんねんか。ほんで奥さんのおでこにチュッとキスをしてな、リビングに戻ってお酒を飲んでたら、こう奥さんが起きてくんねん。はゆうくん帰ってたんや。あ、ごめん起こしてもたか。あ、そんなことよりさ、私おでこ腐ってきてんねん。言うかそんなこと。なんかあったんかな。なんかあったんかね。すごい勢いで腐ってきてんけど。じゃあそこは嫌な夢見ちゃって。嫌な夢見ちゃって。どんな夢見たの？おでこにスカンクにおならされる夢。どんだけ嫌やねん。すごい勢いで腐ってって。ゆうくんが不倫する夢。ゆうくんが不倫する夢。いやそんなことするわけないやろ。そんな分かれへんやん。だってゆうくんかっこいいし優しいから絶対女の子にモテるもん。だから絶対モデルみたいな。何をヘラヘラしてんねんこれ。ええー、ねん。でもそんなことないからさっきねえやっつってもな。いやいや一緒に乾杯するって。いやいや一緒に乾杯する。あ、そうなん、うん、じゃあ何飲む？水のお湯割り。ぬるま湯。珍しいもん飲むな、うん、ぬるま湯飲むの、うん、まあまあええわ。じゃあ乾杯しようか。ちょっと前にピお湯張りをします。今やらなあかんぞ。俺なしとかないとほら体うんちくんだ。誰が体うんちくんやお前。まあええわ乾杯しようか。乾杯をします。その喋り方やめろよ。乾杯するで、うん、二人の幸せな日々にとか言ってくるバカにしばくぞお前は。いらんこと言わんどうねん。あ、そや毎日こうお弁当ありがとうな。ああよかった生きてて。何入れたんやろ。いやでも毎日お弁当作ってくれて助かるわ。も私もね、あのメニュー考えるの楽しみなの。あ、そうなんや、うん、明日も明後日ももうメニュー決まってるんだ。え、なになに。明日はおにぎりが、白熊さんで、でミートボールがもぐらさんで、でコロッケがカピバラさん。おいしそう。で明後日が、おにぎりがワンちゃんで、でミートボールが猫ちゃんで、でコロッケがイノシシさん、うん、メニュー変えてくれよ。おい毎日おにぎりとミートボールとコロッケしか入ってへんねん。名付けて動物愛護団体か。買ってくれ弁当ええねん。ええから、ね、えわ。あ、そうや、はいこれ。え、生ゴミ持って帰ってきた。なわけないやろプレゼント。え、なんで。いや、あの記念日とか誕生日とかでもないねんけどさ、君に似合うかなと思って。嬉し涙ちょちょぎれまる。変な喜び方やな。まあ何でもええわ。開けてもいい。あ、開けて開けて。これ私欲しかったやつや。あ、よかった。え、つけてもいい。つけてつけて。いるな違う。ネックレス。わ、めっちゃ可愛い。あ、よかった。本当その笑顔が見るだけで今日一日お風呂が沸きました。黙れよお風呂。早く入って。今ええとこやねん。早く入って全部うんちくんだから。誰が全部うんちくんやお前。全部うんちくんはもううんちやないか。うんちが YouTube に映ってんねん。そうなったの。じゃここええとこやから黙っといて。バンですね。誰バンやそれ。じゃ黙っといて、はい、本当その笑顔が見るだけで今日一日の疲れも全部吹き飛ぶわ。これから一生その笑顔大切に守っていくな。その中で一つだけお願い事してもいい？お願い事？死ぬまでに100万回愛してるって言ってもいい？頭が沸きました。やかましわ。どうもお願いします。お願いします。いや漫才頑張っていきましょうよ、ちょっといきなりやけど。なんですかなんですか。ちょっと俳優とかなりたいなと思って。ああ頑張ったらなれるんちゃう、うん、来世は今なりたいの。いや今やっぱ来世じゃなくて今なりたいからさ、ね、俳優になったらさ、はいはい、ちょっと刑事役これやってみたいな。でもなんかリアルな演技できそうですよね。あ、そう、うん、実際取り調べ受けてくるから。嫌なこと言うなよ。リアルにな。こいつ、うん、あと刑事役になってなんか犯人を説得するシーン、はい、これちょっとやってみたいからさ、 お前ちょっと凶器をね、凶器を持ってこう錯乱してる犯人これやってもらっていい？分からん。動くな。あ、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って。何芸人な。おかしいわ。何が。お前漫才始まってからおかしなことしか言うてない。お前やろそれ。俺何もおかしなこと言うてへんやん。いや俺もおかしなこと言うてるけど、お前なんかほんまマジで激ヤバやで。どこがやねんな。まずちょっとおさらいしていくな、うん、まずはいどうもーっつってノンスタイルですって、うん、来たけどもうみんな知ってるやん。そういうことちゃうやん。いや分かってるよそれは。いやだってノンスタイルの単独ライブ見に来てる、うん、いやそれは俺だって分かってるよ。何やったらもう2個目のネタやん。いや分かってるけどさ。ただノンスタイルですーやれへんから。いやそこはなんか決まりみたいなとこあるやんか。でその後よろしくお願いしますって、うん、お客さんに向かって言ってるけど、うん、
え、何お願いされてんの。いや、そういうこと違うの。見てるだけなのに。いや、分かってるよ。よろしくお願いしますって言われて、何が何でも笑ってくださいね的な。違うわ。なんで懇願せなあかんねん、そんなこと。いや、これよろしくお願いしますってお客さんに言うことじゃないと思うねんな。いやいや、そこはお客さんにはなさない。よろしくお願いしますは本来、うん、俺とお前がお互いに言い合うべきやと思う。なんで俺らがやらなあかん。いや、だって空手とか柔道もそうやん。そのジャンルで思ってんの漫才のこと。え、そうやね。激ヤバやんこいつ。いや、激ヤバで言うたらお前のその後の漫才頑張っていきましょうよ宣言やん。何がヤバいねん。何やねん急に漫才頑張っていきますって。いや、映画の女もん。いやいや、宣言されても皆さん困りますよね。一連の流れやんだ。いやいや、これは漫才頑張って当たり前やん。だって漫才でこれもらってんねんから。そういうこと言うなよお前は。せやろ。いや、言うのがなんかこの普通というかさ。いやいや、おかしいって。なんかもうそれ普通になってもうてることがおかしいね。何ね。だってこれがもしも寿司屋やったらな、寿司屋入ってメニュー見てたら寿司職人が現れて、どうも寿司職人です、よろしくお願いします。分かってるわ。まあ寿司握るん頑張っていきましょうよ。黙れよ。そうなるやろ。いや、寿司屋やったらなるけどやな、漫才師が頑張っていくぞってこの意気込みやんか。意気込みがあるからこそ怖いよ。何が怖いんだ。だって漫才頑張っていきますって言った直後に俳優なりたい、うん、はーい。何があかんの。二重人格確定やんけ。違うやん。いや、で漫才頑張っていきましょう、俳優になりたい、やるとしたら刑事パニック。別に誰もそんなとこ引っかかってないから。いや、引っかかってるって。わけ分かれへんもん、この流れ。何がわけ分からんじゃん。それでさ、それだけじゃないで、お前その後さ俺にさ、うん、な、今日はあの犯人説得するシーンやりたいからやらせてくれって俺に言ってきてん、うん、いや、あれ俺に言うべきじゃなくてお客さんに許可取るべきやと思う。なんで許可取らなあかんねん。そらせえ、だってお客さんがお金払ってんねん。そういうこと言うなよお前。じゃあええやな、そこは。だってお客さんお金払って漫才見に来てんのに刑事のワンシーン見せられねえ。じゃ何を言うてんねんお前は。たまたま俺がボケてるからやけど、お前俺がボケへんかったら地獄やから。大問題やお前。それこそ漫才ちゃうやろそれやったら。いや、だからこれはもしも寿司屋としたらな、寿司食べに来たのにカレー出されるみたいなもんやろ。何を言うてんのな。ほいで、ま、俺らがやろうとしてることは寿司職人が2人おってな、お前がやで、あのさ、あの人寿司食べに来てんのに俺カレー出そうと思ってんねん、おもろいやん、やってみようや。バカッター。全然違うわお前。しっくりこうへんわそれでは。完全にバカッターやねん。どこがやねんの。だから本来はお客さんに許可を取って、もうお客さんが OK したら漫才続行、あかん言うたら漫才強制終了やねん。なんでやめなあかんの。いや、漫才はちゃんと続けなあかんがな。ほんでさ、なんか、狂気を持って錯乱した犯人やってくれって俺に言ってきたやんか。いくらなんでもなーなーの関係になりすぎてない。はぁ、うん、あの親しき中にも礼儀ありっていう言葉ちょっと辞書で引いてみて。鬱陶しい。いや違う、漫才ってこういうもんや、うん、お前漫才ってこういうもんに洗脳されてもうてる。誰が洗脳されてんのお前は。気をつけろそこは。もう分かった、じゃあもう気をつけるから、うん、もうあの続きやってもらって。続きな、頼むわ。あ、動くな、うるさい、近寄るな、近寄るな言うてんねん。お前が近寄ってきてんねん。その場所でやってくれ。近寄るな、冷静になれ。冷静に自首しよう。冷静になりすぎよ。俺が捕まえたいから頼むわ。冷静になれ。公共のご両親も悲しんでるぞ。黙れ。黙ってどうすんの。何してんねんお前。いや俺ボケてへんから。いやいや、冷静にやれと同じシステムやってんねん。全然違うやろお前。もうええわ、襲いかかってきて。うわー、いい加減にしろ。バキューン。なんで銃やねんって。もう漫才おかしいな。何がおかしいねん。漫才おかしいわ。何にもおかしないねん。納得いかへんことしかないわ。はぁ、まず近寄るなって言いながら俺が近寄ってったやつやねんけど、頭叩かれるようなことかな。いや、そういうことちゃうやんなあ。どう思う。お客さんに聞くなお前。いやいやいや、頭叩くでか。これツッコミやんか。ツッコミやったら何やってもいいんですか。そういうことやないけどやな。お前これがもしも寿司屋やったらな。もうええわ。寿司屋の例えピンと来てないねん。話の寿司女や。欲しい女やお前。何や話の寿司女って。お前とりあえず暴力はあかんやろ。まあまあ確かに暴力はあかんわ。あかんやろ。だからお前はツッコんだ後謝罪せ。なんで。そらそうやよ、だって子供たちも見てんねんから。いや、そこまでやる必要ないやろ。お前は突っ込んだ後謝罪で、俺は痛くないことアピールするから。やりすぎやってよ。そこまでやらなあかん。そうした方がええねん。おで、なんで銃やねんの件やねんけど。いや別にそこはええがな。いや、なんで銃やねんって普通じゃない。はぁ、だってさ、拳銃持ってんねん、うん、拳銃持ってんのに刃物持ってうわーっていく俺の方がアホやん。いや、拳銃持ってて普通やん。ないけどやな、うん、だからお前はなんで銃やねんじゃなくてごもっとも。意味わからんよ。もうツッコミでもなんでもないやん。それそうした方がええって。いや、せんでええって。一番の問題はもうええわなんですよ。もうええわなんか漫才師が終わる時の合図やないかい。果たしてもうええわという権利はお前にあんのかって話。俺しかないねん。
俺だけが持ってる権利やな、これは。もうええわという権利を持ってるのは実はあなたたちなんじゃないですか。なんでやおい、なんでお客さんあなたたちなんじゃないんですか。おいおい、皆さん気づいてるんでしょ。気づかないふりしてるんでしょ。塾の先生みたいになってんねん。いつ立ち上がるの。今でしょ。久々に見たぞ。それもう本家もやってないぞ。今でしょ。本来もうええわと言うべきはあなたたちなんです。でもコロナ禍なんで絶対に喋らんといてください。どないやねん。何が言いたいのお前は。でもお客さんにお伺いは立てた方がいいっていうことで。いらんってそんな。いやあかん。だからもう今日の注意点も踏まえて今の漫才一からやり直そう。嘘やろお前。やり直そう。いや無理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 。いやこの前20年以上やっててこんな恥ずかしい漫才もう 見せるなんて。そう注意点踏まえるのが恥ずかしいから。ああやろう。じゃあもうええって。井上いつやるの。いやいややらへんから。やらへんやらへん。いつやるの。じゃあいやあのやらへんって。そのもうな、大丈夫、みんな待ってくれてる。いや待ってんの。大丈夫な、大丈夫やから恥ずかしがらんで。いいよ、いつやるの。どうもー。聞けよおい、聞けよお前は。よろしくお願いしまーす。ね、お金もらえるんで漫才やります。最低かお前は。さあ今日は何のネタにしましょう。寿司屋感残ってんねんおい。ちなみに井上はですね、刑事のネタがやりたくてやりたくて昨晩一睡もできなかったらしいんですよ。どんだけやりたいねん俺は。なのでちょっと刑事のネタやらせてもらってもいいですかね。この通りです。懇願しすぎやおい。いやそこまでやらなあかんの。いいですか、ネタやるために。よかったよかった、やらせてもらえるって。 ありがとうございます、うん、じゃあ、ほな俺刑事やるから、うん、まあ、凶器を持って錯乱してる犯人やってもらっていいでしょうか。 OK、 じゃあ指定の口座に5000円振り込んでおいてな。どんな関係やこれお前。まあええわ、もう行くぞ。動くな、うるさい、近寄るな、近寄るな言うてんねん。お前が近寄ってきてんねん。ごめんな。ええでー。こいつね、すっごい上手いから全然痛くないんですよ。褒められた。じゃあ続きやるか。近寄るな。冷静になれ。冷静に自首しよう。冷静になりすぎや。ごめんな。全然。皆さん、僕たちめっちゃ仲良しですから。よっしゃ、続きやるか。冷静になれ。故郷のご両親が悲しんでるぞ。黙れ。黙ってどうすんねん。ごめんな。ええでー。なんやねんこれ、見てられへんわお前。おっさんが二人じゃれ合ってるだけやぞこれお前。もう耐えられへんから、もう終わりだよ。もう襲いかかってきて。うわー、いい加減しろ。バキューン。ごもっとも。わけわからん。やっぱりわけわからんわ。今のごもっともをもちまして本日のプログラムは終了いたしました。プログラムっていうのはお前運動会みたいになってる。もうええわと思っている方拍手。もうええわ。これ最悪な漫才やな。お前のせいや。もうありがとうございました。どうもどうも、ノンセルです。お願いします。ちょっとお前に聞きたいねんけど。何ですか何ですか。火事の現場に遭遇したことある。ああ、何回かあるよ。え、どんな感じなん。まあ、あの向かいにカメラあって、まあ、2人で並んで、これ、まあ、定番の赤ジャージに白のタオル頭に巻いてる感じ。カジサックの現場の話してるやん。うん、そうやってる。いや、カジサックのこともカジって言うけど、うん、カジの現場やろ。燃える方のカジに決まってるやん。ああ、それはないよ俺は。分かるやろ。ない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 。俺実際な、うん、1回だけカジの現場に遭遇したことある、うん、マジで、うん、何メラメラ。はい、何メラメラも教えてや。ないねそれ。いや、日の単位やん。聞いたことないぞ。なんで聞いたことないの。お前義務教育行ってへんのか。いつ習ったんやそれ。どの授業で教えてくれんねん。え、技術課程で。技術で教えてくれる。教えてもらって。初めて聞いたけど。え、知らんの。知らんよ。あ、そう。じゃあ、まあ、分かりやすく言うと、テニスのことを熱く語る松岡修造がおよそ1メラメラ。結構熱いやん、うん、お1メラメラでそんだけ熱いの。およそ1メラメラ、うん、ほな、まあ、めちゃくちゃ燃えてたから100メラメラぐらいかな。マジで、うん、お前100メラメラってことは10長渕やん。よう分からんわお前。その単位がコロコロ変わるのやめて。あ、そう。何でもええねんけどな。だから万が一よ、今後俺ら火事の現場に遭遇した時のためにさ、ちょっと練習しとこうぜ。おらしゃす。火事サックはええねんおい。こういったら俺らがこうな、二人で歩いてるやろ。ほんならこう周りがなんか騒がしくなんねん。おい井上どうした。頭に鳩乗ってんぞ。あ、そういうこと違うねんおい。そういうなんか騒がしくなるじゃなくて、恥ずかしいっていう方じゃなくて、こう黒い煙が上がってんねん。おい井上どうした。頭から黒い煙上がってる。大惨事やわおい。俺から煙上がったらあかんねん。大丈夫か。100メートルぐらい離れてるところが煙上がるから。よし、現場に向かおうぜ。OK、 かかとにタイヤがついてるやつ。久々に見たぞそれ。子供がやってるやつやろ。ママやまだ現場にパッとつくやろ。ほんだすごい煙なわけよ。おい井上、小林幸子出てきそうやな。出てくるか。
演出ちゃうねん。もう暗い煙がうわーって出てるわけや。だから近所の人に協力して、もうバケツリレーや。バケツリレーに出場の方は入場門にお集まり運動会かこれで集めるんちゃうねん。もう実際にもう声かけたらええねん。すいません皆さん、バケツリレー協力してください。バケツ回してください。そうそうそう、バケツを上に上げて、あの傘で回して、そっちちゃうな。何を盛り上がってんねんおい。いきなりね、火事や火事、目の前バケツ回せ、はい、よいしょいいでしょ、いいでしょ、いいでしょ、バックコーラスか、お前は。ええな、ほんで、こう、バケツリレーをしてたらな、後ろから一人の女性が話しかけてくんねん。はいはい、かっこいい、かっこいい。言うか、そんなこと、お前。お疲れしたー。何やこいつ。違う、そこは一人の女性がいな、中に、私の息子の太郎が。今時太郎お前はどうなってええねん、ほんで。で、パーってな、2階の窓を見てみたら、太郎くんが取り残されてんねん。息子さんお母さんにですね。どうでもええわ。だからお前、そんなこと言うてる場合ちゃうねん。太郎くん助けに行くから、よし、バケツの水かぶるぞ。バシャー。寒がるだよおい。何してんねん。あったまるために燃えてんちゃうわお前。もうとりあえず助けに行くから突入するぞ。ピンポン。暑いよな、ほら燃えてんねんから窓突き破っていこう。パリンムニュアミド。ないとこ選べやおい。ミド何考えてんの。もうないとこでバリンと中に入る。ほんなめちゃくちゃ燃えてるわけよ。うわー、俺がピンクに見える。余計なこと言わんでええわおい。いらんこと言わんでええから。でバッてこう周りを見渡しても太郎くんが見当たらへんねん。おい井上、どうした。 DVD オードリーのばっかりやつ。別にええやろおい。笑いの好みはどうだってええねん。で太郎くんが見当たらへんから、うん、太郎くん、太郎くんって声をかけたら、今にも消えそうな声で遠くから、助けて。聞こえません。やめてやれ。状況考えろよお前。敬語は何やこいつは。一生懸命な声を振り絞って言うてんねん。だから声のする方まで走り寄って、ええねんだからタイヤは。それ太郎くんのことに駆けつける。大丈夫か太郎くん。太郎くん、太郎くん、オードリーも面白いけどノンスタイルもなかなかやで。今言うことか。それはなかなか面白い。今太郎くんを外に運び出さなあかんから。よし石田、俺頭持つから足持て。わかった。よしいや、太郎くん長いって。もうええわ。どうも、あたしたー。俺ちょっとね、石田の苦手なとこあんねん。ああそう、うん、俺お前に苦手なとこしかないけど。しばくぞお前。そんなん言い出したらこっちだって苦手なとこまみれやがな。おおそう。ほんならさ、互いの苦手なところをさ、あの玉入れの玉数える時みたいにさ、こうやってあの一緒に言うていこうよ。君いるわおい。考えが浅い。やめろやめろおい。何言うてんねんこれ。じゃあお前の苦手なところの話やから。何よね。じゃあお前な、細かすぎんねん。いや別に細かくないっすよ。マジで細かいから。いや細かくない別に。あのこっちは雰囲気で生きてるから。あ、雰囲気な。それが細かいやん。それ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 。雰囲気やん。漢字見て。雰囲気。いやいやいや、分かってる分かってる。雰囲気って言ってもけど雰囲気。いや分かってるけど、どっちでもええねん。どっちでもくない。お前はお前が言ってる。お前アンミカのことはアミンカって言ってる。コミンカみたいに言うなよ。何を言ってんねんこれ。アミンカってかわいそうやろ。伝わってるからええねん。そんなもん伝わっててもあかんよ。誰も違和感感じてないから。違和感は覚えるな。うとしね。違和感感じる。じゃええねん。カンカンってな。違和感カンってなってるよ。伝わってるやろお前。いやそれおかしいから。違和感感じるはもう頭痛痛いとかな、馬から落馬するとか、後で後悔するとか、アメリカへ渡米するとか、学校へ登校するとか。量多いね。何個言うてくんねんお前は。一緒やから。こっち取り付く暇もなかったぞ。島な。はぁ、あ、取り付く暇もない。もうええやん。取り付く島やから。いやもう意味伝わってんねんから、それでええやん。あかんよ全然ダメです。言葉なんかうる覚えやんか。うる覚え腹立つな。もうええもん。しゃべらんわ。よう言う。うる覚えしゃべらん。しゃべらん。お前うる覚えよ。うる覚えしてもらえ。もうええもう。じゃあ勝手にしゃべる。好きにせ。めちゃくちゃ拗ねてるやん。いや子供たちも見てる可能性あるんですよ、 YouTube やからね。ええ伝わってんねんから。そんなもんはあかんって。何があかんねん。分かった分かった。じゃあもう特別な、ああ、俺が今からあえて間違った言葉使うわ。ああだからお前が指摘する側。あ、さっきと逆逆逆。どう、俺がここおかしいぞって言ったやろ。そうそうそう。どう。ああ、いやそうやったらガゼンやる気出てきたよ。ガゼン、ガゼン、うん、急にやる気出てきました。ガゼンで合ってます。合ってんのかよ。変なとこで止めんなよ。腹立つね。合ってますから。はい、つくな。じゃあ、今からもう間違ったことを言うんで、それを訂正して、もう訂正がバチンって決まったらめっちゃ気持ちいいから。そうなんかな。その気持ちよさを味合わせてあげる。あ、分かった。オッケー頼むわ。ダメ。何言うねんの。今チャンスあったのに。はあ、
はい、正解はですね、うん、味合わせるではなくて正確には味わわせるです、ね、わわせる、はい、何その気持ち悪い言葉、味わうですから味わわせるです。いや違う、気持ち悪いんやそれ、味合わせるなんて、もう気持ち悪いですよ、味を合わせたらダメです。いや違う、合わせたらいやいや、もう気持ち悪いと思ってる人過半数超えてんで、半数を超えてる、もう一緒やん、過半数がもう半数を超えてる、いやもう伝わってるやん、伝わってるとかじゃないです、ダメです、あたくさんの人が嫌やなと思ってんねん、なんて伝わってるやん、伝わってないです、ダメです、じゃあ何なんこいつ、声を荒げるな、いやそれ荒げるやろうが、声を荒げるな、お前がいやいや言うから荒げんねん、ダメ、何がダメな、4回もチャンスがあったのに、はあ、声を荒げるではありません、正式には声を荒らげるです、うん、荒らげる、はい、じゃあだからお前の正解、声を荒らげるなよって言わんと、お前正解気持ち悪いねん、え荒らげるなよみたいなやつおらへんやろな、ラララララみたいなやつバババババとか言ってるやつおんのかよ、しゃあない、正確には荒らげるよ、ええねん正確じゃなくても心地よい方で、お願いしますよ、ノンセリでいくと井上さんが高学歴なんです、知らんがな、こんなもん、頭いい方なんですからね、ちゃんと雪辱を果たしてください、はい、ダメ、雪辱はハラスでした、ダメ、違うんかい、はい、雪辱は果たすでいいですね、一か八かの二択に臨んでおく、はい、屈辱をハラスですね、こいつハラスな、これやばいですね、じゃあ何がやばい、もっと簡単にしますわ、あじゃあ僕があのもう一言だけ言います、それが合ってるか間違ってるか、合ってたら丸、間違ったら×、二択な、丸×、これだけ言ってくれたらいいですから、じゃあいきますよ、問題、あ愛想を振りまく、あ、オッケーオッケー、これは聞いたことある、丸、ブブ、違うんかい、はい、いや聞いたことあるで、愛嬌を振りまくです、ね、一緒や、違う、愛想も愛嬌も全然違いますから、はい、第2問、上には上がある、はぁ、あ、で皆さんも皆さんもえ、どっちやろどっちやろってなって、いい感じでどっちやろってなってますね、先丸やろ、はいはい、バツ、はい、上には上がいる、しまくぞお前、はい、みんな上には上がいると使いたがるんですけど、実際は上には上があるが正解、あーもういい、もう一緒、えアーモンドのこといいモンドって言わへんわ、言うわけないよそんなこと、お前一緒やねん、今回の上には上がに関しては、第3問、ああ、最後の切り札、あーという声がいい問題ですねというあーという声が聞きますね、最後の切り札、はいはい、あ、なんかスポーツとかで使うよな、使いますか、丸や、ベベ、違うんかよ、残念ですね、切り札という言葉にも最後という意味は含まれてますんで、いや、ええやん、じゃあ最後の最後の切り札やん、じゃあとっておき切り札やろ、最後の切り札は、いやそれもほら最後の切り札の最後ってもうこれもう補欠やから、これもう出てない、何がやねん、お出てない、最後の最後のこれも出てない、意味はもう伝わってるやろ、お前、第4問、風の噂、はい、丸、ブブ、違うんかよ正確には風の頼りです、ね、どっちも使わへん、そんな言葉別に、残念です、最終問題、たゆまぬ努力、どっちやさあ、どうですか、どっちや、どうですかね、丸か×か、正解だと思う人は手を挙げてください、手を挙げてください、はい、間違ってると思う人は手を挙げてください、間違ってるぞ、間違ってるぞ、あ、間違ってるぞも多いですね、どっちでしょうかね、一旦コメント欄待とうコメント欄待てないこれ、あのちゃんともう放送されるのまだまだ先ですから、そうだよ、はい、すいません、え、今だから丸×丸丸と来てんやろ、さすがに、さすがに丸4つはない、×耐えまぬ努力、ブブー、最悪や最悪やこいつ、耐えまぬ努力が正解です、まあ、ええねん、何でも伝わったらダメです、大体正しい日本語でずっと漫才やってたら体調壊してまうわ、体調は崩すな、いやもうええわ、あれさあ、何ですか何ですか、それね、ハラハラドキドキ感を味わいたい、ああだから最近よく万引きしてんねん、やってるかお前変なこと言うなよお前、違う、いやハラハラドキドキで言うとさ、うんうん、やっぱ秘密の恋っていうのなんかバレたらあかんみたいなのあるやん、はいはい、あーあるね、うん、あお前で言うとその吉本の社長夫人との恋みたいな、怖すぎるわお前そんな危険なラインはいかへんがな、まあ例えばで言うとそうやな、うん、行きつけのさ美容室に行ってさ、若いアシスタントの女の子がこうシャンプーしてくれてる時に好きですってこう告白してくるみたいな、お妄想力がえげつないよ、ええやないかお前
そんなにちょっと言われてみたいね。だからちょっとこれやらせてくれよ。ああ、オッケー。じゃあお前髪の毛切りに来いや。オッケー。俺美容室サイド全般やるから。全般やらんといて。全然気にせない。いや、やってあげるから。いや、全般はいいね。あ、井上さ、お前はさ、うん、もっと甘えることを覚えた方がええで、うん。余計なことせんといてほしい、うん。全然気にせない。全然気にせない。アシスタントの女の子だけをやってほしい。すごいイメージのカリスマがエグいな、お前。すごいな、もうええわ、もう。じゃあ行くわ、もう。ウィンテテテテテテンテテテテテテン、ファミマ系列かな、ここ。いらっしゃいませ。おいイノピース、嫌いなタイプの美容師だったな。ものすごく嫌いなタイプ。ノンスタイルの井上さん、ご来店。黙れ。おい、他のお客にバレるやろお前。いや、それそうなるやろ。おい、最悪やこいつ。あ、お客さん、すいません、ちょっと対応してきます。ちょっとだけ待っといてもらってもいいですか。すいません。うえー、いや、おるけど、おい、椅子スライドするやつおるけどやな、おい。うえー、椅子から降りろよ、お前。何が何でもか、お前。うえー、イノピース、今日はどんな感じ。あ、カットと白髪染めを。オッケー、じゃあ、ゆうや白髪チェック入ります。すごい嫌いなタイプ。自分の下の名前を言うタイプの男子、すごい嫌。うお、鼻毛チェックせんでええやろ、お前。鼻毛の白髪チェックをええわ、いちいち。オッケー、じゃあちょっと今お客さん対応してるから、はい、ちょっとビップルームで待っといてもらってもいい。あ、わかりました。オッケー、じゃあノンスタイルの井上さん、ビップルームご案内。黙って出てるのか、お前。おいな、こいつ。おい、イノピースコーチです。黙れ、おい、ゆうや、しゃべるな。イノピース、あ、ノンスタイル井上です。ゆうな、ゆうや、おい。こちらです。こちらです。はい。すぐアシスタント来るから。あ、わかりました。はい、あ、待っといて。はい。うん、あ、ちょっと待ってね、ゆっくりしてて。おい、そこがビップルームでよくない？なんでお前リアルに袖をビップルームにすんの？見えないところの方がいいかな。いないな、ここはビップルームでええから。え、これでええよ。あ、じゃあここでゆっくりしてて。あ、わかりました。あ、ゆっくりしてて、はい、すぐアシスタント来るから。あ、わかりました。はい、ガラ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 ガチャンガチャンガチャン。牢屋入れられてんのか俺な。何やこの扉。あ、お客さん、すいませんね。ノンスタイルの井上さんって知ってます？あうちの常連なんですけど。バラすなよそういうこと。マジ芸能人気取りで。しばくぞ言うやん。はい。なんじゃこいつ。でトミーどうすか最近。トミー忙しそうですけど。いや絶対忙しいっすよ。いや絶対忙しいです。え、ゆうやっすか。まあゆうやはそんなことないですかね。まあ一応週に1回休みもらってるんで、まあ余裕ですかね。はい、ゆうや余裕です。はい、ゆうや余裕ってや行を。これ今何の時間や俺なあ。おい、コン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 、ちょっといいですか。あ、どうぞ中入ってくれていいですよ。あ、大丈夫です。ドリンク何にされますか。あ、じゃあアイスコーヒーで。あ、すいません、アイスコーヒーなくて。あ、じゃあホットで。あ、アイスがなかったら大体ホットもないと思うんですけど。じゃあ他何あります。あ、そこにメニューないですか。メニューちょっと見当たらないですね。多分テーブルの端っことかにあると思うんですけど。え、どこですか。え、ないですか。中入ってこいよお前。お前が中に来たら全て解決する話やねん。じゃあ失礼しますね。ガチャンガチャンガチャン。牢屋やめて。牢屋の扉。あ、すいません。あ、はい、こちらですね。はい、こちらメニューになってます。あ、はいはい、あ、じゃあお水ください。あ、お水で、はい、お水も3種類ありまして、はい、ミネラルウォーターか水道水か雨水になるんですけども。一択やお前。ミネラルウォーターに決まってるやろ。ミネラルウォーターでかしこまりました、はい、じゃあ用意しますんで、はい、少々お待ちくださいませ。おー、ちょっと牢屋の扉やめろよ。普通に閉めろ。普通の扉で出てこい。はい、ああ失礼します。バダン、めっちゃ切れてるやんお前。嘘やろ店長。客超うざがらみしてくれんすけど。お前や、それは。こっちは突っ込んであげてんねん。マジダリーんすけど。何こいつ。はい、さ、客出禁にしてくださいよ。おい、いや出禁にしないと私この仕事辞めますから。そうやろこいつ。まあ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 、そんなこと言えずにね、ここは店長の顔に免じて。言うや、店長ちゃうんや。スタンスで店長ちゃうの。めちゃくちゃカリスマ気取ってるけど、うお、自分の切り出してる。すごい状況やもん。何が何だかよくわからんぞこれ。おい、オッケーオッケー、あとで話は聞くから、ちょっと井上さんに挨拶してくるからね、待ってて。ここ失礼します。はいはい、あ、失礼します。あ、店長の榎木田と申します。榎木田さん、はい、すみません、ちょっとアシスタントが失礼を。あ、いい、大丈夫、申し訳ございません。お詫びと言ってはなんですけど、はい、こちらミネラルウォーター 1.5 リットル腹チャポチャポなるわお前。かける5でございます。めちゃくちゃくれるやんおい。おい、 7.5 リットルくれてるぞこいつ。あとこちらもお納めください。あ、はい、はい、
ファミチキです。ファミマ系列やな。この辺はそうなんだ。ごめんください、うん、じゃあちょっと迷惑をかけましたので、はい、すいません今回は特別になんですけど、はい、私の方がシャンプーさせていただきます。いいですいいです。あ、大丈夫です。あの私こう見えまして、うん、あのシャンプーの大会で優勝歴が何回もあるんですよ。いやそれは知りませんけど正直あのえのき田はシャンプーでここまで上がってきたと言っても過言ではないです。珍しいタイプの美容師やな。任せてください。じゃあシャンプーいいですね、はいはい、すいません、はいはい、あの僕あのシャンプーしてる時にあのアシスタントの女の子に告白されたいから。はい、うん、うちの店はそういうサービスやってないんですけども。いやいやいや分かってるよ。そういういかがわしいお店ではないんですけど。サービスやってないのは分かってるけど、はいはいはい、えのき田じゃなくて石田に言うてんねん。石田というスタッフはいませんが。いや違うやん。石田というスタッフはいません。いやいや、えのき田やめて。えのき田や私にこの仕事を辞めるって。違う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 、いや私は無理です。いやいや私は中学を卒業してからずっとこの仕事をやってました。知らんけど知らんけど。私より彼はえのき田じゃなくて石田に戻ればええ話やん。私が石田に戻るというのはどういうことですか。なんで抜けられへんねんな。私はえのき田です。えのき田抜けられへんのか。私が知らないだけで昔は私は石田だったんですか。何を言うてんの。私はえのき田その何でも言えもとりあえずシャンプー中に俺告白されたいの。えのき田頑張ってます。えのき田じゃないの。えのき田にされたいんだよ。えのき田頑張りますよ。いいいいいい、そんな、はい、オッサンズラブみたいでいらんの。はい、何ですか。若いアシスタントの女の子に告白されたいの。そうですか、かしこまりました。ではちょっとアシスタントに交渉してきます。いや石田に戻った早い話やねんけど。少々お待ちを。あ、まあ、もうお願いしますよ。はい、アシスタントのみんな集合してくれ。はい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 、全員やるぞ、はい、お前は、はい、これ全員やんのこれ。よし、みんな集まってくれたな。あー、わりわり、男性スタッフは戻ってもらって大丈夫だ。はい、時間返せよ、はい、いらいらいら、無駄なことが多いな。で、話って何なんですか。話って何なんですか。話って何でんの。ゴリゴリの関西人やるの。実はだな、あの驚かないで聞いてほしいんだ。井上さんが、シャンプーされてる時にアシスタントから告白されたいらしいんだ。は？そらそうなるやろお前。いやいや意味わからんもん、それだけ言われたら、うん、まあそうなるよな。わかる、うん、で、まあ、ここでお願いなんだけど、この中に誰か井上さんに告白してくれる子はいないかな。頼む。いやれや。いや俺ファンタジーの話してんねん。ノンフィクションいらんねんここ。なあ、ここまでは想定内だ。何や想定内。こっからが勝負だ。よし、もしも告白してくれたら今日から時給1500円アップでどうだ。どんだけ重に背負わせんねんおい。なあ、何やそれ。これで誰か告白してくれるよな。やれや。何がそんな嫌や。なあ、そうか。でもなんでなんでそんなに告白するのが嫌なんだ。なんで嫌やねん。私彼氏がいるんで。私もです。彼氏おらん設定でやったらいいやん。なあ、そうか、おい、分かった。ちょっと井上さんと交渉してくる。なんなんこいつ。失礼します、えのき田です。はい、あのうちのアシスタントの女性はみんな彼氏がいるみたいで、いや、なんとかここはあの引き取ってもらってもいいですか。いやいやいや、申し訳ございません。いやいや、彼氏おらんでやったらええし。彼氏おらんでやったらいいと言われましたが、彼氏はいるんです。そういうことを言わない。それ漫才じゃないんですから。漫才なんです。漫才みたいにさ、井上さんは漫才でやってるかもしれませんけど、普段からここは美容室なんです。こんなカラフル提灯の美容室ないんです。ここは美容室なんです。もうなんか、もうあの告白されるだけでええから。告白されるだけでいいんですね。ああ、分かりました。おい、みんなに朗報がある。なんと告白するだけでいいそうだ。おい、めちゃくちゃ惨めやんけ俺。どういうことか分かるか。付き合わなくていいっていうことだな。あ、よし、これならな、告白してくれるよな。誰か告白してくれる人。なんで、何があかんそんなに。おい、そうか、アシスタント。でも、なぜなんだ。そう、 なぜ、なんでや、なぜ、なんでやった。理由を教えてくれ。なぜだ、なぜだ、なぜだ、なぜ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 そんなに告白したくないんだ。そうだ、だって、さっきから彼氏がずっと向こうでチラチラ見てるから。え、
ゆうやお前ミュージックタイプだこらおい。もしかしてゆうやさんと付き合ってるんですか。あ、ごめんね黙ってて。私もなんですけど。私もなんですけど。それやろやんゆうやおい。動揺えぐいなおい。めちゃくちゃ三股バレてもうてるからなおい。もう切ってんのかそれおい。どうなってんねんおい。あ、耳落としちゃった。大惨事よ。おい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 。ごめんねトミー。耳してもてるやんおい。ごめんトミー。トミーの耳が。しょうもないこと言わんでよ。ごめんよ。何どうしよう。トミーの耳。ちょっとこれどういうことなんですか。私わかんないんですけどパニックなんですけど。おー、えのきだピー。わかりやすく慌ててるな。くー。よしこれったら。お、くんだくんだくんだって。えのきだです。何ですか。今ちょっと立て込んでまして。みたいですね。立て込んでる間ちょっと私があのカットと白髪染めの方させていただきます。いやいや、その後もうすぐシャンプー来ますんで、ね、いやすいません、じゃあ失礼します。もう見事な手さばき、さすがえのきだ店長、すごいなおい。でええねんこんなんはな、告白されたいんだけど白髪染めに移っていた、知らないタイミングで白髪染めに行っている。でもすぐあのシャンプーしに来ますんで。頼むぞ。おいいい加減にしろお前たち。いいぞ、行けのきだ。今そんなことやってる場合か。そうや、今はノンスタイルの井上さんに告白するのが先だろ。そうやろ。は、意味わかんないんですけど。死ねえお前たちだ。頑張れのきだ。休憩入ります。なんで。おい、言い返せよな。ちょっとゆうやさん、これどういうことなんですか。私が本命ですよね。私が本命ですよね。それはその、なんと言いますか、なんというか、そんなことよりとりあえず耳つけてもらってもいいですか。そうやった、耳切られてたトミーさん。ちょっと梅沢さんは黙ってて。そうよ、芸能人かなんか知らないけど黙っててよ。そうよ、さっさとプレバト行きなさいよ。梅沢富美男だよ。トミーって梅沢富美男。ゆうや、ずっと梅沢富美男切ってたの。ほんで梅沢富美男着てんやったら井上 VIP に入れんなよお前。絶対梅沢富美男入れなあかんやろお前。俺ハラハラドキドキを味わいたいねん。でも梅沢さん差し置いて VIP ルームってハラハラドキドキしたやろ。そういうことちゃうん。ちょっといきなりやけどさ、何ですか何ですか。俺やっぱ学生時代これクラブ活動とか良かったなと思うな。まあ部活良かったですよね。俺なんかこんなクラブやつ。おい、もう一回言って。むっちゃ背高いやつに、なんでやねん。何言うてんねんお前。なんでやねん。何部やそれ。身長高いやつにツッコミ部。ないわそんなクラブ。バスケットボール部に決まってるやろ。バスケ部やってたんですよ。僕はちなみに野球部やってたから。あ、そうなん。結構野球上手いんですよ。見てください。いいですか、ちょっと。あ、ええやん。投げ方どうなってるの。あ、そうそうそう、取るまではええねん。投げ方やねん今問題は。ピッチャーもやってましたから、うん、そこじゃないね問題は。うん、そうどうでもよくて、もうリリースどこやおい。すごい状態やなおい。ねえ、野球得意ですよね。でも野球部で何がええって言ったらさ、はいはい、もう野球部のエースがな、もう肘を痛めてさ、はい、野球部やめなあかん、はいはい、それをね熱く止めに来るこのキャッチャー、これ物語があってかっこいいやんか。かっこいいですね、はい、だからちょっとこれやってみてください。これ熱く止めるキャッチャーやるから、お前野球部のエースやってくれ。お前はね汗と涙が染み込んだグローブ、うん、このグローブをゴミ箱に捨てて物質を出ていく、そこ俺が止めに行くから。オッケー。軽いわ。おい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 、すぐサッカーに転向すんなっておい。違うやん。いやお前野球9年間やってたんやろ。いや違う、これ汗と涙が染み込んだグローブゴミ箱に捨てんねん。もうちょっと気持ち込めて物思いにふけてくれよ。気持ち込めて。そうや。だからおいサッカーに行くなって。おいめちゃくちゃ活躍してるやんサッカーで。おいすごい中心選手になってるやんけお前。えポイって言うな。ポイ、そういうこと違うの。音程問題で怒ってん。違うの。気持ち込めてゴミ箱にグローブつけて、それでほんとカバン担いで出てくれてええから。担ぎ方おい、おばはんがスーパー行くんちゃうねんおい。もっと男らしく活断かい。ガチャ、待てや。キャッチャーポジションで言うなよ。いやキャッチャーではあんねんけどさ、長年組んだバッテリーなんか名前で言うてくれよ。いやコロコロでもないねんおい。井上旅行気分かお前は。違う、止めに来てんねんから、ちょっと先見たらボストンで来いよ。ガチャ、待てや。
キャチャウエ井上やチャースケすまんユウスケや俺キャチャウエチャースケでやってないの井上ユウスケやからちゃんとやってダチャおナイスタイミングありがとうやないねんおいいや違うそのタイミングより開くかおい止めに来てんねんからちゃんと止まれやダチャ待てや井上どこ行くねんもう練習始まってんぞおいどういうつもりやこんなとこにグローブ捨ててどういうつもりやいやそれおむつやけど間違うかお前これ監督のおむつやけどなんで監督のおむつ履いてんねんまあ98歳やめさせたれよお前そんなグローブ突きつけてんねんだからそのお前は俺野球やめんねん俺野球やめんねん気持ち込めろやおいもういやこういうに半端ないなおいなんかのなんかのなんかのしんどいね理由むちゃくちゃやなおい気持ち込めて言うてきて俺野球やめんねん何やねんお前だって知ってるやろサッカー部の方がモテんねんぞ動機不順やわおいいやそこはお前だって知ってるやろ肘痛めてんねんお前だって知ってるやろ俺肘痛めてんねん何の話してんねんお前なんで俺肘痛めてんねん知らん肘なんかどう考えても似るもんやろなんで肘痛めて野球部やめなかったの肘や肘俺肘痛めてんねん医者が言うにはあと2日で治るって頑張れよおい2日やろなんとかなるやろお前そんな治らへんねん医者が言うにはもうピッチャーとしてはやっていかれへんて確かにお前もう投げることはできへんかもしらんでも打ったり取ったりできるやんけおっしゃる通り納得したらあかんねんおいおい違うやんそこは否定してきて叫んなピッチャーとしてやってかれへんねんぞ確かにお前もう投げることはできへんかもしらんでももう打ったり取ったりできるやんけふざけんな俺は今までピッチャーとしてやってきたんじゃそんなかっこいいまでできるかふざけんなおい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 殴られろ殴られろお前、殴ってんねんそんな風にやってるか殴ったら殴られるってじゃ決まりやろそんなかっこいいまでできるかふざけんなお前は誰よりも野球を愛してると思ってたそれは俺だってお前とバッテリー組んで甲子園行きたかったよでもしゃあないやんけ簡単に野球捨てんなよ一緒に野球やるや訴えさせてもらいます最低かもうどうなんでした今日の先生よろしくどうぞよろしくお願いいたしますありがとうございますたくさんの方がね来ていただきまして、たくさんですよ、ライブビューイングもあるということでございます、はい皆様大いに楽しんで帰っていただけたらなとはい勝手にどうぞ勝手にどうぞせっかくですから楽しんで帰ってくださいねまあでも早いもんでね我々ももう40ですよもう40ですよやっぱ二十歳の時に思い描いてたさこの40歳とは全然違うよね、はい、確かに二十歳の頃の俺はさ、うん、もう40になったら絶対井上と縁切ってると思ってたどういう意味やんまさかのズブズブっていうねいやでもやっぱ二十歳の時とやっぱ違うよね、やっぱ俺20代の時なんかな、はいはい、20代でこう冠番組の全国区を持ってよ、はいはいこっち女優さんと結婚して子供を授かって、うん、で30代ではさこうもうお家を建ててよ、うん、で高級車を乗り回し、うん、で40代では仕事もせずにな悠々自適に暮らしてるよってやったよ、うん、それがどうよあ20代のうちに全国的に嫌われて女優さんと結婚したいと言い続けて子供たちからもバカにされてで30代で負けフラグ立ててで高級車で問題起こしてねえすごいですよね俺40代はね必死で働いて週刊誌に怯えながら一人ぼっちで過ごしていくねんもんな何やこいついやでもどうやんなあでもなお前二十歳の頃の井上はこんな40の井上を想像してなかったと思うねひどいと思わへんか確かにねまあそう言われたらもしあの二十歳の時に自分に会ったら土下座し謝りたいなと思うよ土下座したいああそうじゃあ今日はさあのタイムマシンが発明されたとして二十歳の頃の井上に土下座しに行く練習やっとこう何の練習やそれいや俺そんなやりたないね俺はまずお前がな新聞でタイムマシンが発明されたっていう記事を読んでんねんじゃあそこにあの知らん電話番号から電話がかかってくるそれで別に俺やりたないねんけどこんなことなじゃあ聞いてるかってはいもしもしノンスタイルの井上くんかねそうですけど君に一つご報告があります君の電話番号がネットにさらされていたよ何の報告やそれ、タイムマシンやろあそうか発明した人から電話かかってる、ね、別にやりたないねんけどこんなもんな聞いてるかってはいもしもしノンスタイルの井上くんかねそうですけど君に一つご報告がありますあなたは米村伝次郎です知ってる人やわあの人そういうタイプの人ちゃうねんあそうかあの人ただの科学の面白おじさんやもんな変な言い方すんなよおい博士やろプルルルルプルルルはいもしもしノンスタイルの井上くんかねそうですけど君に一つご報告がありますあなたは博士太郎です博士違いやわおい
より何にもでけへん起きたわ。違う、お茶の水博士。ブルルブルル。はい、もしもし。ノンスタイルの井上くんかね。そうですけど。君に一つご報告があります。あなたは？お茶の水博士と申します。博士が一体何用なんですか？それは電話では話せません。何のためにかけてきたんや、何の電話やこれ。ここだけの話なんですが。隣おったんかいな。隣おる状態で電話かけてきた。静かに、声と顔が大きい。顔関係ないよ。何やこいつ。静かに、ここで君と会ってることが世にバレたらまずい。なんでなんですか？妻が君のことを心底嫌いでね。しばくぞお前は。じゃ何やねんほんで。冗談ですよ。今回のことは世界にとってももう一番最も重要な機密事項なんです。何なんですか？なんとタイムマシンが発明されましてね。あの新聞で読みましたよ。ここで一つあなたにお願いがあるんです。お願い。人類初のタイムトラベラーになってほしいんです。なんでまた僕なんですか？厳正なる選考の結果、3人に選ばれたんですが、その中からあなたが選ばれました。残り2人は、あなたとナダルさんとクロちゃん。嫌われ者ばっかりやないか、これ何やその3人。まああなただったら過去とか未来に行って戻ってこれなくても爆笑するんじゃないか。何やこいつ。じゃあこんなんええねんけど。冗談ですよ。あなた過去に行ってやりたいことがあるんですよね。やりたいこと。さあ行ってきてください。過去に行って二十歳の頃の自分に土下座してきてください。ええねんそんなん。ついでに石田さんにも土下座してきてください。なんでお前に謝るなか。だってこの先いろいろ迷惑かけるじゃない。余計なこと言わんでええわ。じゃあもうええからこんなん。さあこのボックスに入って。ボックス、うん、このボックスの両脇を私がポンと叩くと白いもうドーナツ型の煙とともに過去に行くことができる。電磁炉やろそれ。あれそういうシステムのもんちゃうねん。でしょ。てか俺別に二十歳の頃の自分に謝りたないから。お前が言い出してんやんけよ。じゃあ言葉のあやで言うてんねやろ。あそう。何それで40間の未来やる話したいかな。あそう。じゃあこれから どんな理想をこう抱えてんねん。まあそれで言うと言えば40か41ぐらいでやっぱ結婚したいかな。はいはいはい。で子供は欲しい。できることなら2人欲しいから。はいはいはい。45歳でこれベストファーザー賞これ取りたい。いやこれなかなか難しいで。ベストファーザー賞って。そうか。マジで、うん、もしもその理想が実現できへんかったらどうすんの。うん、お前に100万渡すよ。言ったな。ああじゃあお前な、理想が実現できへんかったとして、うん、俺に100万渡す練習しとこう。何の練習やねんお前。じゃあええねん。今日はお前の46歳の誕生日や な。お前はベストファーザー賞どころか結婚もしてへん、彼女もあれへん。なんやったらここ3年ぐらいファンレターも届いてない。それどころかもう9割方 LINE も既読スルーや。めちゃくちゃ落ちぶれてるやん今日。そんなお前はな、仕事来る前に銀行によって100万下ろして俺が来るのを待ってる。いや別にこんな練習やりたないねんけどな。行こう。はーい、石田早公園かな。ガチャウィス。ああ今日お前の誕生日じゃん。ああそうだね。おめでとう。 ありがとう。で、あのさ、ていうかさ、石田まだな。お前誰やん。別の芸人仲間とか入ってこんでええねん。いや石田が来んことには100万渡されんから。あ俺が行くの。てかまず俺これやりたないねんけど。俺行くから。はーい、石田早公園かな。ててルミネ座吉本楽屋。おい、6年後どうなってんねん。この6年でそんな進化するか。ごめんちょっと電話やわ。電話変わってないな。ああはいはいはい。ああ分かりました。ちょっと待ってください。変わります。はい、いいね。お茶の水博士から電話や。タイムマシーンやろそれ。じゃタイムマシーンの話終わってるから。100万渡す練習やろ。100万渡す。じゃええねんけどこんなん。はーい、石田早公園かな。じゃあおい。ああよ井上、今日お前の46歳の誕生日やな。あ、そうやな。お前が46歳っていうことはどういうことか分かってるか。分かってるよ。加藤茶は83やからな。何の報告やそれは。じゃ100万渡す練習すんねやろ。100万渡す練習しましょう。はーい、石田早公園かな。いつもこんな風に思ってくれてる。思ってるか。お前が入ってくるためのきっかけをやってるから。はーい、石田早公園かな。井上のとこ行こうかな。早来いよおい。渡して違う話したいからさっさと100万渡させて。はい、石田早公園かな。今度から待ち合わせ。早来いよ。さっさと100万渡させろ。はい、石田早公園かな。はい、ガチャ。はい、100万、100万。最低かおい。100万、100万。何やこいつ。よこせ。ええから、よこせ、よこせ。はい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 。てか別にこんな話をしたいんじゃないねん、こっちは。え？新婚生活とかの話をしたいの。あれ、もしかして怒ってる？当たり前やろ、お前。マジで？じゃあ、これ漫才終わった後吐けるやんか。吐けた瞬間謝るから、その練習しといていい？何の練習やねん、だから。じゃあ、ええって。ここが吐けてきたところにするから、漫才してるところは向こうな。向こうでやろう。うん、な。ごめん。頼むわ。
なんでこんなんやらなあかんの。なんでこんなんやらなあかんねんとか言いながらこっちに来てくれるお前のこと嫌いじゃない。やかましいやん。じゃあ俺が適当に落ち言うから、うん、お前もうええわ言うて。めんどくさいな。ほんまお前いつになったら理想の話すんねん。いやお前のせいやって。もうええわ。どうもあたしたお疲れした。あーお疲れっす。はい。いや暑いっす。照明が結構暑いっす。はい。汗だくっすよ、もうめちゃくちゃ。はい。あーでもお客さんあったかいっすね。うん、あったかいっていうか軽いっすね。はい。別に大しておもろいこと言ってないのに結構笑ってくれる。はい、謝るよ。何を長々喋ってんねんこれ。あごめん、舞台袖のリアルお届けしても。恥ずかしいやろお前。何や大したこと言ってないのに笑ってくれるって。もう一回、もう一回練習。じゃあええー、ねんけど。もう一回練習させて。ごめん、俺ね、お願い。なんでこんなん付き合わなあかんの。付き合ってくれてもええやんけ。どうせお前好きな人とは付き合われへんねんから。ひどすぎるやろ。お待たせしたー。お疲れした。やっぱあれやんな、なんか気分害してるやんな。害してるせやんな。まあな、あの悪気はないとしてもな、あの悪いもんは悪いもんな。当たり前悪いやろ。まあどう考えてもな、あの俺が悪いもんな。お前が悪いやろ。なんやお前、逆切れすんなよこら。お前が謝りたい言うてんねやろが。ごめんごめん、謝ろうと思っててんけどさ、あまりにもイラつかせる才能ありすぎてて。どういうことやこら。うん、でも練習しといてよかったわ。今のがほんまやったら俺お前の頭こう思ってこうやってやつ。大惨事やわお前。もうさっさと謝れや。でもお前が練習させてくれたおかげで俺は人として着実に伸びてるから。いや伸びてるからって、伸びてんのは漫才の時間だけやろ。伸びてへんのはお前の人気だけやな。やかましいわって。もうすいませんした。どこで謝ってんねんおい。どこで謝ったら客前で謝ってることになるやろがや。どこで謝んねんお前。舞台袖で謝んねん。はあ、謝るところ謝ったわ。いやもうええわ。どうもありがとうございました。いきなり落ち言うんやめて。びっくりするから。はあ、確かにお前落ち着きないからさ、急に落ち言われたら落ち着かへんもんな。いやもうええわ。どうもありがとうございました。これ今どういう状況なあ。あっち舞台やろ、うん、あそこ袖やろ、うん、今どこへ移動してんの。東京ドーム。ドーム行ってもうてんの。ええわお前、戻ってこいこら。全然ちゃんとやらへんやないか。いや次ちゃんとやる。じゃやらへんやん。次ちゃんとやらへんかったら俺もスキンヘッドにするから。いや別にせんでええよな。でもスキンヘッドやったことないからちょっと練習してもいい。いや練習ええねんって。もうええわ。どうもすいませんした。謝らんでええわ。何してんねん。これを見本にして、あの二十歳の頃の土下座練習する。いやもうええわ。どうもよろしくお願いいたします。何ですか何ですか。ちょっと夢があんねん。お前夢あるんかい、うん、そんなに嫌われてんのに。関係ないお前。好感度で言うと今ゴキブリの1個下やからな。だいぶ低いやんけお前。夢があってやな、映画のタイタニックだろ、うん、タイタニックみたいな豪華客船の船の船長になって船のトラブルをバシッと解決した。かっこええからお前。お前乗組員になってさ、船のトラブル持ってきてくれよ。断れぬ。ちょっとやれよお前。やってくれんねや。トラブル発見して。蓋が閉まってた。もうちゃんと見といてよ。巻き寿司。どう間違うねんお前。スパム。どうでもええよスパム。望遠鏡。小学生かおい。しょうもないことせんねん。発見は伝えるとこから。船長。なんで竹馬乗ってんねんおい。船の上やぞ。船長。セグウェイもっと違うわ。より珍しいよ。船長。それなんやねん。これお掃除ロボルンバに乗る。乗るもんちゃうやろ。なんで何かに乗ってこようとすんの。何にも乗るなよ。船にも極端やね。船に乗っとかな。船のトラブル持ってこられんから、スッと船長室入ってきて。失礼いたします。よかんさおい。そんな襖みたいな扉ちゃうねん。ドアから入ってこい。とか船長態度悪いなおい。そこはノックして入ってきて。アイサードー。そういうこと違うのよ。コンコンバターン。コンコンバターン。えアフリカ。どこでもドア。そ夢のあるドアじゃないから。備え付けのドア。コンコンバターン。いや裸ちゃうねん俺。ボケ多いわ。俺お前にそれに言われるん好き。俺言いたないねん。話進める上でちょっとボケ削減の方向で頼む。ボケ削減。俺のボケは CO2 か。それないやろ。揺れるんやめて。どうでもいいからトラブル持ってきて。コンコンパターン船長大変です。どうした。お客さんの中に僕の元カノがいます。どうでもいいやろ。それも言うことを気がついけどやな。ちょお前のトラブルやろ。俺は船のトラブル。コンコンパターン船長大変です。どうした。船内全てのトイレットペーパーが切れました。地味やなおい。で元カノが今トイレ。嫌なやつかよ。地味なトラブルじゃなくてもっと派手なトラブル。コンコンバタン船長大変です。どうした。沈没しました。もう終わりやんほんなら。どうしようもできへんからリアルなトラブル。コンコンバタン船長大変です。どうした。ツイッターとブログが炎上しています。俺のトラブル。俺だけリアルやねん。船のトラブル。
ラブル。コンコンバタン船長大変です。どうした？娘のサザエさんと喧嘩ばかりだそうです。船さんのトラブル。サザエさんの船のトラブル解決できへんやん。どうでもいいけど、お前さっきからどうしたしか言ってない。お前のせいやん。お前まさかどうしたって流行語狙ってんじゃん。狙えるか。ボケ多いって。質より量で勝負しております。迷惑やねん。話進める上でお前のボケ邪魔やねん。俺のボケ邪魔。俺のボケは満員電車のリュックか。それなんなんさっきから揺れるんやめて。もう一回ボケるたび罰金100円やからな。1万円まで覚悟しております。めっちゃやる気やん。トラブル持ってきて。コンコンバタン船長太平洋です。大変ですよ。何泣いてんねんお前。だってお前もうどうしたもう言えんくなって。お前のせいやねん。前でも受けるからそうなんねやろ。船長大変です。コンコンバタン船長顔変です。悪口出てんねん。誰が顔変や。トラブル持ってこい。なんでもないトラブル持ってくんねん。持て余すわおい。トラブル。コンコンバタン支店長大変です。船長エリア任されてないから。コンコンバタン船長底辺だ。なんで急にどこだったんや。底辺だ。人間の底辺だ。誰が人間の底辺や。ボケいらんって。お前のボケみんな嫌いやで。俺のボケみんな嫌い。俺のボケはお前か。誰が嫌いや。揺れるんやめて。頼むからトラブル持ってきて。コンコンポタージュ船長コンポタージュ打てるんだ。コンコンバタンや。コンコンバタン船長大変です。違うよ。飛び上げ頼むわ。コンコンバタン船長大変です。船長突っ込むしんどいわ。しんどい。オッケー、分かった。じゃあ俺一人でやるからお前ゆっくりしててくれ。はあ？俺の言う通りにやったらいいからな。うん、分かった。コンコンバタン船長大変です。コンコンバタン船長大変です。50メートル先に巨大な氷山が。50メートル先に巨大な氷山が。オッケー、バッチリ、それで来い。ウィーン。なんで自動ドアやねん。お前一人で何してんだよ。もうええわ。ありがとう。どうもどうもです。お願いします。最近子供の頃からちょっとプロ野球選手になりたかったよ。ああ、だからなんやお前。だからお前ずっと右打者用のヘルメットかぶってるの。こういう髪型やねん。ずっとお前当たってもいいように。当たってもいいようにじゃない。じゃプロ野球選手になりたかった。あ、プロ野球選手ね。一回でいいからさ、彼女の誕生日にプレゼントとしてホームランをこんなやってみたかった。これはでも難しいですよ、ね、だってプロ野球選手になるのがまず難しいでしょ。まあ確かに ね、俺さらにホームラン打つなんかめちゃくちゃ難しいです。まあまあ難しい。で、何より一番難しいのが、お前が彼女作るって。それはいけるやろ。何を一番無理難題にしてくれてんの。いけんのかよそれ。これちょっとやってみたいから。おうおう。試合の前日に彼女をレストランに呼び出しホームランの約束すんねん。お疲れ。お疲れ様。なあキコ。何パウエル。日本人やねん。いや俺井上でホームラン打つから。お疲れショボで。彼女も日本人やねん。私ズベベは熱々の汁物も手で行くタイプの。大やけどするぞお前。いや彼氏彼女ともに日本人。それで行こう。お疲れ。お疲れ様。なあキコ。何ユースケ。またお金。そんなわけないやろ。プロ野球選手やってね。ホームランの約束。何ユースケ。明日はお前の誕生日だよな。うん。だから明日の試合見に来てくれないか。え、プレゼントとして特大のホームラン届けるよ。もうまず試合に出ないと。スタメンやねん。どこのドイツがベンチでこんなこと言うねん。スタメンで出てんねん。ほんでこう試合当日やこう運命の打席が回ってくんねん。9回2アウトランナー1塁、一打サヨナラのチャンスです。4番サード井上に変わりまして。代打送んなよおい。パウエル出てこんでええわ。いやパウエルがホームラン打つんちゃうから。井上がホームラン。4番なのに井上。何が気に食わんねんお前。なのでパウエルちゃうよこれ。井上がホームラン。それ頼むわ。4番サード井上すなわちパウエル。おい、人物やないかお前。すなわちやったら俺がパウエルになるやろ。井上で止めろ。4番サード井上 with パウエル。ついてきてるやん。バッターボックスの中にパウエルがついてきて戻る。パウエルも一塁や。一塁アイスを振りまかんのよお前。じゃどうでもええから井上にホームラン渡して。4番サード井上下打ち一塁ランナーパウエル。何の紹介してんの。じゃあ聞け。4番サード井上や。ヨパウエル。ヨパウエル言うてんねん。早い段階でパウエルが出てもうてんねん。4番サード井上。4番サード井上。4番サード井上。それや。4番サード井上。ごっちゃなってんねんお前。パウエルと井上がごっちゃなってるからもう4番サード井上や。4番サード井上。大谷選手ここでピッチャーにインタビューです。いや今の気持ちどうですか言うてるかお前。
マイク向けてんちゃうねん、ほんま。わかるやろ。さーて、ここで、顔の皮をめくると、パウエル。パウエルちゃうねん。なんで俺の覆面みたいなのやってんねん。予告や。さーて、来週のサザエさんは。何の予告してんの。カツオが波平をボッコボコ。やめてやれよ、船白髪染め。なんでや。伊佐坂さんとサザエ、ダブル不倫。家庭崩壊やぞ、お前。